ると、やっぱり管理手数料を取らなくちゃならないんで、うん。そうすると、ちょっとめんどく高くさなる。い。うん。だからもう、一般の野菜として、うん。で、おろしてます。で、大い田ろさんん以外にな。もいるんで、いらっしゃるんですか？今の予約の野菜を置いてる方は。いや、いないな。いないですか？いないです。なかなかね、難しい。よく難しい。ないですよね、この辺。蓄積して知ってるのは2人しかいない。本当ですか？米屋さんと。うちぐらいしかないかな。あとは、無農薬でやってる人はいるけどね。うん。潮田さんっていう人も、ああ、そう、人参です。人参ジュースね。ええ。結構有名ですよね。人参ジュースは有名だよ。ええ、高くそうでて。すね。日本一高いよ。700円でしたっけ？500円で。そうそそう。うですね。この間飲んでみました。なんかやっぱり違う、なんなんか、か特徴がありますね、それぞれ。そうそう。漢方っ薬っぽいぽっていかっうかた。ね、味がやっぱ癖があるっ独てい特うなか。栽培方法と、加工で人参しか入れてないから、ちょっと黒っぽくなってしまうんですね。人参っぽいですああね。ね。だから、1点、1リッターだっけな、1.8リッターだっけな、10万円で販売したね。でも売れちゃうんですもんね。すごいや、そらそんなに売れないよ。い。あ、売れないさすがに。年に5本ぐらいしか出ないし、でもか珍しく買う人がいるんです。1.8リッターが10万円ですか？10万円。ひゃー。人参ジュースが。キリの箱に入れてね。すごい。川島だか、ちょっとですね。そうですね。でも、それをやったんじゃ、何のために人参飲むかっていうな、基本的なものが崩れてしまお金持ちしか飲めそう。結ない局、ほってら、薬じゃないんで、やっぱり毎日飲んで健康になってもらいたいっていうなことの、なんで、いや、高くすればいいもんじゃないですか。毎日買えるぐらいの値段で、やっぱり販売しないと。この大瓶のやつすごい嬉しい。そうだよね。1リッターね。毎日飲めるから。私もうちで飲んでるのは1リッター。帯も甘いしね。ね、皆さん買ってくれるから、なんだ、最近、人参が売れる、人比率高くなっちゃった。参やっぱりそうです。どうせ、ね、ちっちゃいのをさ、買ったあの美味しさを知ってる人、でかいのあるじゃん、これにしようってなるもんね、絶対に。で、ほら、道の駅で言ったから、その後に言ったんですよ。そしたら、いいですよってことになって、で、いつかな、今週ぐらいからかな。覚えようになったのは、一緒に置いてます、一緒に。一緒にジュースもちゃんと一緒の場所に置いてあって、ちっちゃいのと。なんか買ってくれてんじゃんと思って、ちょっと嬉しかった。見やすいと。今、野原さんのメッセンジャーの方に、今日、このなんか、なんていうかね、私たちのその意思表明みたいなのをまとめた資料を送ったので、今送ってすいません。事前に送らせてもらったんだごめんなさい、私も何大も丈夫です。気がつかず、申し訳ないです。ここまでは一応まとめておきましたっていう。前回のね、最後に野原さんが、そういうのはあった方がいいよっていうのがあって、で、参加してくれた方も、そういう立ち上げの思いとか知りたいっていう声があったので、まとめてみました。これ学ログを開かないといけないですね。PDF。これは大和さんも渡してないか。あ、でも何？ LINE に送るあ、そう、だろう。LINE は来てますよ。そうです。これは私だと思う。それで私、そうじゃなんかさ、これ、公式 LINE ってさ、どうやって、私、メッセーどうジ見やっるての？やんのかなって、メッセージ各自のメッ書くセージってどうやって見る見るの？方？見る方？見る方は、使い方がよく分かって、なんかメッセージも送れないみたい。
ご報告があります。先週の金曜日ですね、あの小倉ひとみさんとあのレインボーフューチャーの小和田社長にもご同行いただいて、グランテラスの駅長にプレゼン、オーガニックマルシェのこのプレゼンに行ってきました。それで基本的に、あ、これこれ作りました。基本的にグランテラスでやることに対しては同意 OK をご承諾をいただきました。わあ、おめでとうございます。ということで、あのみんなで話し合って、グランテラスがいいよねっていうことで、まあ、一つのそのプレゼンまで行って、一応11月の上旬にやるっていう、もう目標っていうか、もう実施できるっていうこと、ところまではこぎつけられたので、あとは中身を作っていくっていう段階に来ましたので、ますます本当に具体的な話を今後進めていきたいという形になりますので、皆様引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はい。はい、まあ、ご報告ができてよかった。もうこの11月に向けて、ちょっとあの小さいマルシェとかは、もう来月ぐらいから風の家とかを含め、ちょっと始めていきたいなと思ってますので、その辺も含めて、あの今後ともよろしくお願いいたします。はい。それでは、あの、お配りしているレジュメに沿って本日も行いたいと思うんですけれども、まあ、前回の振り返りっていうのは初参加の方もいらっしゃるので、ちょっとこのレジュメの内容をさらっと読ませていただくと、あの前回はあの志田恵美子さんのご紹介で茨城県の、農林水産部の米山さんに今茨城県の有機栽培の現状と課題みたいなものをご報告、簡単にあの現状のご報告を共有させていただきました。で、その中で主なトピックとしては、まあ、生き残れる農家さんを育てるっていうことで、今茨城オーガニックステップアップ事業っていうのを、あの大規模有機モデル団、有機モデル団地っていうのを、まあ、大和田さんが実はあの全面的なサポートをされて、県北地域で進められているって、実際あの常陸大宮市でしたよね。そうですね。常陸大宮市で進められているっていうようなところがあります。で、まあ、全面的に県のバックアップで、まあ、全面的にそれで県が進めてるんですけれども、まあ、いろいろ大和田さんなどのお話によると、まあ、県が全面的にバックアップしないと、やっぱりなかなか、あの、難しいなっていうことと、全面的バックアップがあると若者も収納したいっていうような若者もたくさんいるっていうお話が出て、まあ、その辺を、茨城県の、米山さんとも共有させていただいて、まあ、県もできるだけ、協力していきますみたいなお話がありました。ということで、その後みんなであのオーガニックマルシェのイメージみたいなのを共有したんですけれども、実はそのこのプレゼンの中に、そのみんなでオーガニックマルシェをこんなマルシェに行きたいねって言ったのは全てここに反映しまして、で雰囲気がオーガニックマルシェのイメージ、おしゃれとか、あのおしゃれな野菜、本物志向、おいしい、体に良い、自然ナチュラル、伸び伸びしている、無農薬、環境に良いで、まあ、雰囲気が良い、ゆったりゆっくり、あ のんびりしているとかね、で関係づくりが、農家さんとの関係づくりができるとか、コミュニケーションがあのいいとか、あと、子どもたちが遊べるようなスペースがあるとか、まあ、そういうのは全てあの、前回のミーティング出た内容を、プレゼンで反映させていただいて、まあ、そこは先方にも伝えたっていうような形です。で、今日はいよいよあのオーガニックマルシェの、ね、名前をつけたいなっていう感じなので、それは後半ぜひ、進めたいと思いますけど、まあ、それが前回の振り返りっていう形になります。はい、初めての方も大体分かっていただけましたでしょうか。はい、それでは早速本日の、議題に入っていきたいと思います。で、今日はあのゲストの森の扉の代表の野原さんにいらしていただいてるんですけれども、今からお話を伺いますが、これまで、大小を兼ねて10前後ですね。あ、ここね、皆さん、私があのレジュメ一つ訂正させていただきたいと思います。あの50条とか、ちょっと膨らましすぎちゃってごめんなさい。ここはあの
お詫びして訂正させていただきます。大変失礼いたしました、はい、これまで大小を兼ねて10前後のマルチをプロデュースしてきた、プロデュースじゃなくて立ち上げに関わらせていただいたって感じでプロデューサーじゃありませんのですいません、まあ、でも立ち上げに関わるって、はい、まあ、私の言葉だとプロデュースになるんですけど、はい、まあ、はい、わかりました。鈴木さんとしては幹部候補の人として大変失礼いたしました、はい、大小、10前後のマルチの立ち上げに立ち上げに関わってきた、はい、森の扉代表の野原さんから、オーガニックマルシェの、まあ、いろいろ開き方とかコツとか、まあ、その失敗談も含め、そうですね、失敗談、それが一番大事です、ね、同じ鉄を踏まないようにな、いや、その辺の興味深いお話をまずはお伺いしたいと思いますので、それでは野原さん、早速よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。すいません、もう一度間違って、はい、それは私の責任なので、皆さんちゃんと訂正してください。はい、よろしくお願いいたします。最初にお断りしておきますけど、自分プロデューサーでもイベンターでもありませんので、オーガニック野菜の流通販売をしている八百屋さんですので、その辺ご了承いただきたいと思います。いや、大丈夫です。はい、まあ、無農薬野菜を販売しているご縁がありましてですね、各地のオーガニックマーケット、まあ、栃木県全体の、まあ、栃木県に住んでるんですけど、栃木県全体をつなげるようなオーガニックマーケットに、関わらせていただいたりですね、あとは地域の、その地域に根付いた、オーガニックマーケットに関わらせていただいたりして、この前ちょっと数えてみたんですが、代償を含めて大体、10前後ですねのマーケットに関わらせていただきまして、大成功を収めたマーケットもあれば、大失敗に終わったマーケットもありまして、その辺を今日皆様にお伝えできればと思います。少しでもお役に立てたらと思いますので、よろしくお願いいたします。で、まず自分自身ですね、お隣、栃木県の真岡市というところ出身で、旧二宮町というところですので、うん、もうこの筑西市と隣接した、町に住み生まれましてですね、で、ちっちゃい頃は筑西市、にですね、映画館がありましたよね、うん、はい、映画を見に来たり、うん、あとは中学校の時の片思いの子がですね、筑西市に引っ越して、そういう切ないを妹が筑西市の高校に行ってたりですね、いろいろご縁が深い町ですん でその町でオーガニックマーケットができるっていうのは、まあ、非常に嬉しいっていうかですね、うん、10年前はもうとても考えられなかったですよね。で、最近はこの水戸線沿いのですね、まあ、オーガニック、志向の人たちがだんだん増えてまいりまして、うん、その現れがこのオーガニックマーケットに結びついてきたんじゃないかなと思っています。はい、で、まず最初に、どういうオーガニックマルシェが理想なのかということなんですけど、話していいですかね。あ、何でもいいですか。はい、どこから話しても、ね、もちろんそれはお任せします。はい、まずオーガニックマーケットの背骨となる部分ですね。はい、それはコンセプトがしっかりしてないと、回数を重ねるたびにですね、ちょっとずつコンセプトからずれてってしまう、経験をしたことがあります。ですからこのコンセプト作りっていうのは非常に重要でして、自分たちがどういうマーケットを作りたいのか、どういう思いを伝えたいのか、そういったところをきちんと話し合わないと、ちょっと方向性の間違えてしまう、まあ、大きくずれるということはないんですが、関わる人がだんだん、多くなってくるとですね、その実行委員ですとか、出展者、そういった人たちの、まあ、利権というかですね、英語がだんだん強くなってきて、意見が分かれて終わってしまうという、そういうマーケットなんかにもつながりやすくなりますので、まずはこの、コンセプトの段階で、例えばもう次世代に向けてですね、受け渡しても、継続していけるようなコンセプトを作って、今現在は実行委員の3人と、大和田さん4人ですか、はい、大和田さんも実行委員です、スーパーアドバイザー、スーパーバイザー、はい、ですから、まあ、小さくても強固なですね、コンセプトを作って、まあ、長く継続できる、マーケットに成長していけることが一番重要だと思いますね。はい、質問していいですか。強固なコンセプトってのは、はい、例えばどういう程度、まあ、もうそうですね、背骨となる部分ですので、はい、ちょっとやそっとじゃぶれないっていうかですね、はい、まあいろいろあると思うんですけど、なんでしょう、なんか、はい、例えば、まあ、
オーガニックって決めたらもうオーガニック。そうですね。もう譲らないとか、はい、そういう、ね。そうですね。あと、やっぱりどこまでがオーガニックなのかっていうことで、例えばよくあるのはですね、じゃあオーガニックの出店者にちょっと話それますけど、じゃあお砂糖は使っていいのかどうかっていう話になるんですね、よく。はい、してお砂糖は体を冷やすから NG ですっていうところもマーケットによってあるわけなんですけど。白砂糖ですよね。そうですね。黄砂糖とかではなく。あの白砂糖でもきび砂糖でも、うん、そうです、そこまで、はい、でその体を冷やすっていうのは、まあ陰陽道から見てマクロビ的な考えなんで、オーガニックとは直接関係ないわけですね、はい、ですから、例えばじゃあ、白砂糖が体を冷やすから、体を温めるてんさい糖にしましょうということで、はい、でも国内のてんさい糖はほとんどが農薬かなり使ってますよね、無農薬のてんさい糖とほとんどありませんので、だったらその南方圏のですね、白いお砂糖でも無農薬のものを使ってオーガニックものでやった方がいいんじゃないかということで、そこで大体争って、争うっていうかですね、楽しみに来たのに、何これオーガニックじゃないんじゃないってお客様から来場者に言われたりですね、そういったその意思の疎通ができないっていうか、その辺を徹底しとかないと、あと例えばパン屋さんの小麦粉をですね、完全無農薬の小麦で作ったらめちゃくちゃ高いパンになりますので、はい、どの辺まで妥協するべきなのかとか、その辺も事前に話し合っておかないとですね。はい、また次に重要なのが、じゃあ今度筑西市でオーガニックマーケットが立ち上がりますということになりますよね。はい、でまあ、今日聞いたところですと11月上旬で2日間か3日間ということですので、規模的にはちょっと大きくなりそうなマーケットですよね。そうすると筑西市でオーガニックマーケットが立ち上がったよっていう情報をいかに、多くの人に知ってもらうかということになりますので、情報の拡散広げ方が非常に重要になってきます。で例えばじゃあその筑西市のオーガニックマーケットを立ち上げるのに出店者が全部筑西市になった場合、そうすると情報があまり広がらないんですね。理想としてはまあ地産地消で一番循環が効くんで、まあ筑西市で固めていった方がいいんですけど、まず最初のインパクトを与えるとすると、筑西市を拠点として東西南北にですね、出店者をバランスよく招待して、筑西市で始まりましたよっていうのを伝える。でまあ、チラシですね、フライヤーを作って、大規模の、そうですね、マーケットですと3000枚から5000枚ぐらい、まあ、大きなマーケットですと必要になってくるんですけど、はい、でそれをまあ各出店者、30店舗なら30店舗の出店者に、まあ、50枚内100枚程度、お渡しして、それを配ってもらう。そうするとそこからまた、情報が広がりますので、あとはまあ SNS とかいろんなものを使ってですね、はい、とにかくまあ筑西市で始まったよっていうのをインパクト付けるっていう形ですね、はい、そうするとまあ口コミでどんどん広がって、例えば1回目の、マーケットに行ってとても楽しかったっていう、評価をいただくと、それが口コミでバーッと拡散されますんで、そうすると2回目につなげやすい感じですね、はい。一番重要なのは、今までその見てきたマーケットでですね、2回目に転んでしまうマーケットですと、1回目はまあ、初めての開催ということで、物見遊山的な来場者も非常にまあ多いんですね。はい、して行ってみたけどやっぱ面白くなかったとか、そういうことになると2回目がガクンと下がるんです。そうすると3回目4回目につなげるのは非常に難しくなりますんで、むしろ1回目より2回目が成功した方が、後につなげやすいというかやりやすいというかですね、はい、なるほど、はい、であとはまあ今日の課題にもありますけども、名前を決める段階で、じゃあオーガニックマーケットというオーガニックという文字を使った方がいいのかどうかっていうのが大きな分かれ目になってくると思います。まだまだそのちょっとずつオーガニック市場が広がりを見せても、まだ 1、2%
ですか。そうですね。はい。ね、まあ、全体の流通から見ると 1-2% の市場ですので、まだまだ自分たちはマイノリティなサイドの人々じゃないですか。そこでオーガニックっていう文字を使った途端にオーガニック思考じゃない人から見ると高いんじゃない、そうですね、はい、はい、あ、オーガニック高いとか、うん、別に自分は興味はないっていう形になると、うん、じゃああそこの、そうですね、道の駅でしたっけ、道の駅でその、オーガニックって書いてあっても、うん、興味のない人はほとんど、中の芝生までは来ませんの で、ね、中で買って帰っちゃいます、ね、そうですね、むしろ道の駅なんで100円野菜とか、うん、そういったものに、道の駅に来る人の目的っていうのはそういう安い野菜とか、まあ、安価に購入できるものを、まあ、地元のものが購入できるっていうメリットで来られる来場者が多いので、はい、そういう人たちをやっぱり巻き込んでいくっていうか、物見遊山的なその人たちを、オーガニックの方に引き入れるって非常に難しい、ハードルが高いんですよね。ですからあえてオーガニックっていう文字を使わないやり方もありますし、いや自分たちはやっぱりオーガニックを広げたいんで、それをどうにかして名前に入れていきたいっていうところもありましたし、はい、はい、はい、ここまで何か質問ありますか？はい、2回目 の、はい、その成功と、あ、来なくなっちゃったなっていうその分かれ道みたいなのって野原さんから見て何かありますか？そうですね、まあ、あまりお金のことは考えたくないんですけど、はい、やっぱりそのマルシェ全体の来場者数と、売上金額ですね、これは毎回チェックしないと、うん、そのマルシェのその売上高っていうのはその、あくまでもその人気のバロメーターですんで、はい、そこは非常に重要になりますね。はい、っていうか、自分たちは売上を重視しないで、自分たちの思いを伝えられればいいっていうことなんですけど、出店者を募る以上ですね、やっぱり皆さん生活がかかってるんで、はい、やっぱりそういう人たちの売り上げも確保というかですね、ある程度保証をしてあげないと、やっぱり1回目出たけどあそこちょっと売れないマーケットとか2回目出たくないなとか、で特に生産者の方もあまりその呼びすぎてですね、競合してしまうと、もう同じ時期に同じ野菜が並ぶわけですので、大量に余ってしまって、生産者の方も前日から収穫して、まあ、袋詰めしたりですね、準備をして、実質2日間潰れるわけですので、そこで例えば売り上げが極端な話3000しかなかったとか、1万円いかなかったとか、そういう話になると、だったら直売所に出した方がいいじゃんっていう、そういう話になってくるんですよね。ですから、まあ、自分としてはその売れ残った野菜、これいつもそのいろんなマーケットで、まあ、実行委員の方々と、分かるんですけど、余った野菜をいかにその有効活用して、消費できるような仕組みを作ろうよっていうのと、自分たちは紹介してあげてんだからそこまで心配する必要はないんじゃないかっていう意見に大きく分かれます。これはどのマーケットでも分かれますね。例えば余った野菜を有効活用していらっしゃるマーケットさんなんかだと、どういったような方法が？そうですね、例えば地域の子ども食堂に、寄付を、まあ実行委員で買い上げて、例えば出店料いただきますよね、で、まあ、農家さんの余った野菜を購入して、地域の子ども食堂だったり、まあ、そういう、まあ、老人ホームとかそういったところに、まあ、送るとかですね。あと自分は個人的にその手がけているオーガニックマーケットは、農家さんの野菜が売れ残った場合、例えば、まあ、刃物がたくさん残ったとしますよね。で半額でもいいんだったら購入させていただいて、でその日のうちにですね、ベジタブル農園隊といいまして、農業の農に援助の援、まあ、海援隊の隊ですね、ベジタブル農園隊っていう、Facebook ページを作って、今300人ぐらい登録してるんですが、例えば2500円分の野菜を1250円ですかで買い取らせていただいて、でそこに送料とクール便を入れるとちょうど2500円分ぐらいになるんですね。で今日はこういうマーケットがあって、農家さん何々農園さんの野菜
が、これだけ余りました、うん、欲しい方いらっしゃいますかということで写真を撮って、うんうん、Facebook で上げるとその登録している人がですね、うんうん、会場に行かなくても2500円分のやつ、ちょっと偏りが出ちゃうんですけど、刃物が多くなるっていうのがですね、欲、うんはい、しいという方がいらっしゃれば、そうですね、それで、紹介して、例えば飲食店だったり、うん、大家族の人だったり、うん、刃物が好きな方はじゃあ欲しいですということで、うん、それでまあ送るような仕組み、その日のうち もしくは翌日に発送してですね、うんはい、農家さんが困らないような形にしてます、うんはい、まあ、いろんなやり方あると思うんですけど、毎回そのそうですね、特にあのファーマーズマーケットになると野菜が残るともうやっぱり自分もそうなんですけど、残った野菜を持ち帰るっていうのは本当にあれですよね、気持ちしないね、何のためのファーマーズマーケットなのか、うん、うちなんかは使えなくなっちゃう、うん、あ、そうですよ ね、はい、別なところに出荷しましょうかっていうわけにいかないんで、うん、ずっとほら木の立ってるところとか、うん、その高いところと日持ちがしなくなってしまうから、うんうんうん、社内でもう配っちゃうとかね、うんうん、そういうふうにやるしかない、ね、なんか考えとかそうですね、すごい大事だね、一番考えたね、継続していくには、うん、売り切れるのが一番だけど、うん、でも野原さん、うん、であっても売れ残りは必ず出てくる、ね、そうですね、ですから、まあ、自分でプロデュースするマーケットはそんなに売れ残り出ないんですけど、もうイケイケガンガンでやってしまうので農家さんがもう20軒ぐらいわーっと並んで、うん、絶対これ残るよっていう、うん、もうちょっと少なくしなきゃみたいな、その比率がやっぱり難しいですね、その地域によってその消費者のニーズっていうのは変わってきますので、畜生士がどのぐらいのニーズがあるのかあとほら私なんか伊勢丹なんかで販売するでしょ、うん、そうするとお店が7時に閉まるとしたら、うん、5時ぐらいからもうセット販売しちゃうんですよ、うん、何個でいくらで、3割引きぐらいになるから、うん、いかがですかっていうふうなことでやると売れちゃうんです、うんうんうん、終了前の1時間くらいとかでそうだね、だからそのお客さんにもよりますけども、うんうん、まあちょっと、まあ、何時間やるかっていうと5時間だったらもう4時間目ぐらいからセット販売にして、安く販売しちゃう、うんうん、またその実行員の人の余力があればですね、うん、その残った野菜でじゃあみんなでその夕ご飯作って食べましょうみたいな、そういう方向でも、でもまあそれだけの威力はないと思いますけど確かにぐったりしてそうだね、ぐったりして、はい、ベジキューさんの後になんか入るって言ってたじゃん、あそこでなんかね残った野菜で料理してっていうのができたらできるよ、ね、確かにね、クランテラスさんにそこをお願いして、うん、バーベキューとかで、ね、食べられるね、まあ、かくやまあちょっと安い料金で、まあ、ご家族でその、うん、まあ、休日だったら、ね、夕飯みんなで作って食べようよみたいな、うん、まあ、いろんなやり方があるんじゃないかなと思って、ね、お肉も売ってるしね、うん、あそうだねプランテラスさん、うんうん、皆さんはなんか、うん、聞きしたいこととか今聞いてくれたからあの聞いてる方ああこっちねはい、なんかあのあの何かご質問とかある方いらっしゃいますか？これってこれどれって上げて、あ、これであの感想だね。ないかしら。何か聞きたいことある方。大丈夫そうですか、ね？大丈夫ですか？はい。はい。はい、続いて。はい、あとはまあそうですね、もう一つ、まあ、注意点というかですねあのオーガニックマンションってなるとだいたい対象がですね、子どものお子さんを持ってる世代の、ご家族とかお母さんたちがに偏る傾向があるんですけど、やっぱりこの畜生のオーガニックマーケット、先ほどコンセプトなんか見させていただくと地域に根付いて広げていきたいという部分も書いてありますんで、そうするとまあおじいちゃんおばあちゃんも来ても楽しめる、子供が来ても楽しめるっていう幅広い世代の人たちが楽しめるマーケットにしていった方が、まあ理想だと思うんですよね。でそれにはどうするかっていうのが、自分が以前あの保機人としてやらさせていただいた、
茂木町でですね、森と里のつながるマルシェというマルシェがあります。で、茂木町ってもう昼間はですね、もう、町の中心街が閑古鳥が鳴いてるような状態、人通りが少なくてですね、そんなところでオーガニックマーケットをやるのかっていうことで、まあ、駅前のその八雲神社っていう神社で、神社の境内でやらさせていただいたんですけど、でやっぱりいかにその、茂木町は有機農家さんが、まあ、その当時は栃木県でも一番多かったんですけど、地元の人は別にオーガニック志向じゃないですね。もうおじいちゃんおばあちゃん自分で野菜作って食べてますから、はい、似てるね、畜生と、そういうじゃあおじいちゃんおばあちゃんを楽しんでいただくにはどうしたらいいかということで、まあ、その地域に根付いた伝統文化、風習とかですね、そういったものを取り入れていこうということで、例えばその茂木町のマルシェではですね、夏になるとホタルが飛び出すんですね、飛び交うんですけど、じゃあ麦わらで、ホタルカゴを作って、そのホタルを昔の子どもたちはホタルカゴを編んで、ホタルを入れてランプシェード代わりにしてですね、はい、楽しんでたっていうのを思い出して、それをやってもらったり、あとはまあ茂木には縄文人が昔ながらに住んでてですね、縄文土器が結構出たりするんですけど、その目のというまあ石でですね、首飾りを作ろうとか、そういう取り組みをしたり、あとあの寒竹という闇溝山地に生えてるあの篠竹みたいな、寒い竹と書いてですね、寒竹って言うんですけど、それで、エビラカゴと言いまして、干し芋だったり干し野菜だったり、そういったものを、編めるおじいちゃんがいまして、そういった方に出ていただいたりして、で何度か出ていただくと今度、あっちのじいさんはこれ作れるから紹介してやるよとか、五郎助のおじさんとかいろいろできそう、わらじを編んでるおじいさんが出てきたり、まあ、わらじっていう形で販売してましたけど屋号でですね、ただまあ、ご老人の来場者も増えてきて、もちろんあの地域の幼稚園とか保育園、青空保育の人たちにも出ていただいて、子どものワークショップとかやってですね、その茂木のマルシェは滞在時間が非常に長いですね、滞在時間が長いっていうことは売り上げも、一人当たりの単価が、はい、まあ一番高かったですね、田舎のマーケットでしたけども、はい、滞在時間をいかに多くするか、はい、3000人から5000人規模のマーケットになると一人当たりの単価がだいたい700-800円、その茂木のマルシェですと一人当たり1700円ぐらいの単価になってますね、はい、まあお金の話はあんまりしないでいいですね。大事ですね。なんかそこが聞きたいかも、ね、なんか全然その辺がイメージつかないから、ね、うん、なのでありがたいです。でもその茂木のこの田舎の方でも、あ、やっぱり魅力があれば集まるっていうことですね。そうですね。年に2回ほどなんですけど、もう楽しみにしてる人がいて、まあちょっともう実行委員からは忙しくなっちゃって、もうあの他の人たちに任せて継続していただいてるって感じですね。すごいですね。任せられるくらい。参考になるよね、それね。非常に。いつやるんですか、次は。まだ決まってないです、コロナで。ちょっとここできなくなってしまって。いろいろそういう、いろんなね、地域のマルシェ見に行きたい。そうですね。はい、ただどうしても最初にぶち当たる壁というのはですね、出店者が常に同じだと、やっぱりマンネリ化しやすいっていうか、まあ、何回も重ねるとお客さんの方も飽きてしまって、でも昔みたいな商店街みたいなですね、楽しさ、要するにもう決まった人としか、自分は、買い物したくないっていう、そういうメリットもあるんで、一概にそのマンネリ化が良くないかっていうと、まあそういうわけでも なさそうな感じなんですけど、何度か繰り返してるうちにだんだんその来場者も少なくなって、まあ自分たちがせっかくね徹夜で作ってきた、まあ、お菓子とかを、料理も売れないっていう形で、出店者が意気消沈してしまって、でそれで離れる人たちも出てくれば、そこを乗り越えて、まあお客さんが少なくても自分たちが楽しめるマルシェにしようということで再度打ち合わせをしてですね、で、それでもいい人は残ってくださいということで継続して成功しているマルシェもありますし、乗り越え方というか、そうですね、乗り越え方の、
まあ、そこはやっぱり皆さんと意思の疎通が必要だと思いますね。で、実行委員のコンセプトがいかに伝えられるか分かってくれる出展者を、出てもらうかっていう。もちろんね、こう循環ちゃんとしていて、来場者さんが来てくれるような方向を考えるのが一番だとは思うんですけど、うん、はい、まあ、そうならなかった場合にどう考えていくかっていうのも大事だってことかなと思ったんですけど、そうですね、うん、はい、必ず、まあ、その、マルシェを終わった後に、まあ、反省会というかリマインドして、うん、もし結果が思わしくなければですね、うん、どこが悪かったのか、そうですね、自分たちだけじゃなくてお客様、まあ、来場者の方にもちょっと感想を聞いたりですね、自分たちはその、やっぱり無農薬野菜とか遺伝子組み換えノーだって言っても一般の人に響かないんですよね、うん、はいはい、ですから理屈で、まあ、理屈をご利用するマーケットだと一般の人はちょっと引いてしまう部分があるんで、やっぱり五感をフル活用して、もう見て楽しい、聞いて嬉しいとか食べて美味しいとか、五感をフル活用して楽しめるマーケットだと、なんでこの料理はこんなに美味しいのとか、この野菜は美味しいの、大和田さんの人参ジュースすごい飲んだけど美味しいっていう話になれば、どういう栽培方法してるんだろうって興味が出てきますので、そういった方のためにまあワンブース作っておいてですね、実はこういう背景ではこうなってますとか、まあそういうことをまあ伝えられる、そこが実行委員のそのコンセプトというか伝えたいことを濃縮させていけば、いいんじゃないかなと思います。背景を伝える背景を、そうですね、作りたいねっていう話はしてるんで、それをご了承して遺伝子組み換えのとかなんかそういう感じで上り旗なんか出ちゃうと、もう一般の人のガードがわーっとってしまうんで、はい、そうですね、選挙戦みたいな楽しく心地よく気持ちよくみたいな感じですよね。ね、ワークショップみたいなのがいいのかな。そうです、ワークショップなんかも入れたり、うん、まあ、うん、歌を歌ってくれる人がいたりすればですね、なおさら楽しくなる。うん、ね、年に1回2回だったらそういうフェスタ的なですね、うん、イベントでいいと思うんですけど、日常的になるとそういうやり方をしてると逆に今度疲れてしまったりするんで、うん。まあ、例えばこの風の家で、月に1回でも2回でも、ファーマーズマーケットみたいな小さなマーケットがあって、でその集大成が年に1回の、マルシェですよっていう形につなげられると非常に理想ですよね。どうしても年に1回のイベントってお祭りなんでその場で終わってしまうんですよね。つながらないんです。はい、要するに売り上げ上がって楽しかったねっていう、情報もわーっともうメディアを使ってですね、拡散すれば来場者はわーっと来るんですけど、はい、打ち上げ花火になってしまうんで、まあ、本来の意味でのオーガニックというか有機的なつながりがそこで、まあ、得られる人もいればですね、はい、もうちょっとディープなところに入っていくのは、はい、やっぱりね、日常を変える場所がないと続かない。そうですね、そうです、そうです、はい、はい、特にそうですね、あと道の駅の前でもうやっぱりオーガニックマーケットをやったことあるんですけど、やっぱり非常に難しい部分がありまして、やっぱり先ほどお伝えしたように来場者はその道の駅の安い野菜とか、手軽に買えるものを購入しに来てるんで、別にオーガニックのものを購入しに来てるわけじゃないです、ですよね。そういった人たちに興味を仕向けされる、まあ、仕向けさせる、工夫が必要ですね。例えばそうですね、夏場だったらじゃあスイカの種飛ばししましょうという景品がありまオーガニック野菜ですとか、まあな、どんなもんでしょうね。試食とかあるだけでも、大和田さんの人参ジュースの絞り体験とか早飲み競争とか、大和田さんにはちょっときついかもしれません。そうですね、一般の人が来て、あ、飲んだらすごい美味しい、何なのこれっていう、やっぱり、ね、体験は、ね、体験ですね、そうですね、五感をフルにっていう、そうだね、大切に、体験、五感。でまあ、一番失敗した例っていうのがあるお母さんたちが集まって始めたマルシェなんですけど、1回目はそのやっぱり子供からおじいちゃんおばあちゃんが
おじいちゃんおばあちゃんがあの孫の手を、取ってですね遊びに来たりして、ああいい雰囲気だなと思ったんですが、2回目からだんだん徐々にその来場者が少なくなって、なんでかっていうのはその、身内ばっかりで集めてしまったということと、身内全員がスピリチュアルな人たちの集まりで、会場でなんか気候みたいな、はぁみたいな、そういうのをやり始まったら、もうだんだん人がいなくなってしまってですね。あ、大丈夫。じゃあこっちで対応します。はい、いいです。はい。あ、それは確かに。2回目から、ね。やっぱり一番はコンセプトかな。うん、ね、ごま肉ばかりに絞ってしまうと、うん、やっぱりもう限定されてしまうような感じですよね。オーガニックプラスあの心に優しく美味しいものとかね。そうですね。やっぱり我々オーガニック志向の人たちが見ると、うん、オーガニックって言うとに言った時点でなんか壁がで、うん、自分で作っちゃったような感じがするんですよね。スピリチュアルに見る人もいるし、だからマーケットに参加したけど、あれ気づいたらみんなオーガニックだったっていうような感じの方が、一般の人はすんないと入りやすいんじゃないかな。そう、ね、あんまりね、だから名前にはどちらかというとオーガニックっていうのは入れない方向にしようかなっていうふうに、私たちの中では言ってるんですけど、はい、あ、なるほど、はい、そうなんですね、確かに、え、私には関係ないわってね、バーンってあのシャッター閉めるみたいなね、もうあの寄りつかなくなってる来る人もオーガニックって聞いて、なんか本当にそういう人も一部いらっしゃいますから、そうですね、まだね、はい、と、何こじゃれてんのみたいな、特に田舎の人はね、そういうとこある、ある、そうね、確かに、ね、まあ、なんとかそこで、ちょっとおじいちゃんおばあちゃんを引き込むっていうのは面白いな、ね、そうですね、まあ道の駅には来る人多いでしょうからね、そこになんかちょっと、あ、懐かしいわみたいな畜生し、まあ、ね、下館で昔からなんかつながれてきた伝統とか、例えば昔映画館があったんだったら復活させてその場で見るとかね、面白い、まあ、そういう当事者がいるかどうかわかんないですけど、ね、そうですね、すいません、適当なこと、ロマンティックでいいなって思いました。芝生があってなんか素敵な場所じゃないですか、で、まあ、で実現可能かどうかはさておき、そういう発想を膨らませておくことがきっとね、後々に、ね、つながってくるんじゃないかなって思いました。まあ、一応私たちがそのこのにも書いてるようにオーガニックの定義としては、まあ、衣食住すべてに関わる地球に優しいっていう環境のっていうところなので、はい、食だけにとらわれないで、まあ、もちろん食が一番メインなんですけれども、まあ、だからその、 あの考え方を一応そのオーガニックっていう感じ、まあ、あのロハスナっていうか、SDGs 的なね、いうふうにしてるので、まあ、ちょっとその辺のまずそのオーガニックの私たちが考えるオーガニックの定義みたいのをガンと打ち出して、そうですね、はい、でなので、まあ、今回のオーガニックマルシェももちろんお野菜とかはもちろんメインなんですけれども、まあ、雑貨とか、まあ、あの体にいい服作りをしてる人たちの服とかっていう、そういう、はい、あの朝だっけ、まあ、そういうリネンを使ったみたいなね、そういうような人たちにもお声掛けして集めようと思っているので、なので、まずはそのコンセプトが伝わるみたいな、オーガニックの考え方を伝えるみたいなことを大事にしつつ、まあ、なんかみんながこう楽しめるっていうふうなところは一応理想とはしてるんですけど、そうですね。だからやっぱりそうだね、コンセプトをまず大事にして、まあ、あんまりとんがりすぎず、何かに偏らず、あの、でも伝えたいことはきっちり伝わるような、あのコミュニケーションの方法をちょっと考えたいと思ってます、ね、そうですね、はい、だまあその出展基準を自分内で、自分たちはこういう基準でやってますということで、はい、どの辺まで妥協するべきか、その辺をきちんとあの出展者に、
お伝えしておかないとトラブルになる可能性がありますので、まあ、お肉はどうなのとか、お肉、魚とか、その辺の基準が非常に難しいになりますね。全然あんまり、ぶっちゃけあんまり考えてなかった肉、魚は。肉、魚は。ほとんど食べ、あんまり食べないので、そうです。個人的には食べないです。難しい。まあでもその辺も、そうですね。そうですね、もう本当に究極のベジマーケットだと動物性がダメっていうことで、もう蜂蜜も一切要するに動物だからっていう、そうなんですね。あとお蚕さんの、はい、シルクの絹もダメとか、そういったところも、周りありますよね。こだわりはね、すごいよね。ちょっと簡単すぎちゃってやっぱりね、ちょっと楽しさがなくなってくるのかなって。もう思想的になってくる。ヴィ、ね、ーガンとか言っちゃうとね、本当そこはね。ね、いや私たち全然そういうのは楽しくないと、やる意味ないので。健康的じゃないくなっちゃうんだよね。なんかきっとオーガニック。そういうのが必要な人もいるのかもしれないけど、うこうハマりすぎてっちゃうとね、逆に健康が、ね。今回はどっちかっていうとオーガニックを広げていきたいっていう考えで始めてるもんね。うこうしていきたいわけではなくて、そうだね、そうじゃないよっていうのを伝えたい、ね、楽しいよっていう、うんですね、集まりにしたいなという、そういうことですよね。そうですね。そういうコンセプトをきちんと、説明できるように考えておく必要がある。そうですね、はい、突っ込まれた時にですね、はい、突っ込みを、はい、突っ込み待ちということで、はい。でよくあるのはやっぱりその自分たちの提示する出店基準と、出店者の方の、それ受け取り方が違ってて、自分たちが NG なものを使って出してしまって、例えば、素材はいいものを使ってるのに、そのなんとかのサラダ油を使ったとか、スーパーで買ってきてその場で揚げてるとか、そういったことも何件かありましたね。なるほど、はい、一応飲食店部門では、そうですね、すごいゆるい感じにしたんですよね。うん、もうなんか今オーガニックを使ってない飲食店さんも一品からまず使ってみようよ、いいね、みたいな感じで、チャレンジショップみたいな感じでね、はい、そう、どっからかなみたいな、あ、いいですね、はい、使う、うん、そうですね、ゆるく、はい、うん、してみました、うん、いいんじゃないですかね、はい、調味料とかはまだ決まってないですね。調味料はそういえば決めてないなんかそれ言い出しちゃうとね、使ってる、これを使ってる人、皆さんに今熟成、あれなんだっけ、オーガニックプロジェクトで先日説明してこんちゃん。あと、出店上限っていう形で、その生産部門と雑貨部門と飲食部門画面共有できる、ね、でも画面共有ってデータがこの中にデータのあるあれだよね、ちょっと画面共有してみます、してみてください。これマルシェ、こっちか、ここに確か載せた気がするんだけど、対象ここだよね、ここのところだね。これちょっと画面共有してみます、ね、してみて、できるか、トライアル、LINE、公式 LINE から送った資料なんですけど、見れてます。まあ、ここに出店者条件っていうのをまとめました。こんな感じになってます。読まなくていい。野菜部門が有機栽培と自然栽培と、環境保全型農業。環境保全型、うん、まあ、有機ジャスとかっていうマークついてなくても環境に配慮した作り方をしてる人、うん、してる農家さんならいいんじゃないかなっていう感じ、うん、そうですね、そう、うん、それで一応野菜部門はそれで、飲食部門は、まあ、1点以上オーガニックの、まあ、材料とか素材を使用しているっていう風な感じ、うんうん、で雑貨部門が地球と心身に優しいものっていう。で、
まあ、ロハスであることっていうのはその根底にあって、まあ、ロハスは、まあ、皆さん言葉は聞いたことあるかもしれませんが、ライフスタイルオブヘルス and サスティナビリティの略で、心身の健康、持続可能な社会や地球環境を無理なく追求する、心豊かに暮らす生活スタイルの意味です。はい。まあ、最近の SDGs の、あの、うん、先駆け的な1998年ぐらいにアメリカから始まった、あのコロラド州で始まった考え方なんですけど、日本では多分そこに私の赤字のメモ書いてある何年って書いてある後半で日本では何年2000あれ何年これは後半にアメリカで始まって多分ね2000年代前半多分2003年か4年その辺 4,5 年に外言っていうのが取り上げて結構あの広まったちょっと意識高い系な知的層とかにから始まったあのロハスっていう考え方なんですけど今やテレビでもガンガン言ってる SDGs の本当に先駆けの感じですね、うん、はい。だからまあそういうロハスであることっていうのをちょっと根底に置いて、出展状況をやりたいなって思います、うん、はい。これみんな見れてるんだよね。これ画面共有されて見れてる。こっち見れてるってことは見れてるってことは共有されてるってことです、ね、はい。まあそんな感じです、はい。はい。じゃあちょっとこれを野原さんに見てもらい、ちょっとコメントをいただくのはどうでしょうか。そうですね。やっぱりあのその小三体窒素のことが書いてありましたよね。はい。ここまで意識を高めるんだってやっぱり調味料もやっぱスーパーの、うん、で、うん、お塩とか醤油とかそういったものもある程度は基準を作ってあるとか、うんうん、何でも化学調味料をじゃあ持ち込んでいいのかっていうことになりますよね。調味料の基準も決めておく、うんうん、最低限化学調味料は NG ですとか、うん、なんかもったいないなって感じは個人的にはしますけど、うん、でもまあ間口をドーンと緩めるんだったら、まあ、一つの方策としてはいいのかなと思いますけど、うんうん、一品使ってても ね、アミノ酸入ってたらなんか台無しになるんだよね、そうですね、そうなんだよね、うん、難しいとこなんだよね、ここね、難しいんだよね、まあでも作りとかに出てたさ、そう今のところお声掛けしてるのは、うん、実はこだわってるところにしかお声掛けはしていないんです。シシカバブーとかはちょっと声掛けしてない。まあ、それで飲食店はそのさっきの割合的にも、なんだっけ、5対3対2の出店者の割合を考えてるので、はい、まあ、せいぜい20店舗でも飲食店は4店舗から大和田さんのあの、うん、どこに泊まってた、ピザキッチン、ピザキッチンと、いやまだ話はしてないけど、おそらく来てくれると思います。1日ぐらいはね、ありがたいです。そういう、うん、だからそういうこだわりのピザとか、うん、あとこの間つくいちに出てたガレットとか、うん、あの自然あのそば粉を使ったのところで栽培されてるガレットとか、うん、まあまあそれでも2点じゃないですか。だから、でも3日間あるから。あとやっぱりその1回目が大成功して、成功すると今度出たいっていう出店者が来るんで、そういう方に対して、まあ、まあ、幹部候補で決めますっていう手もありますけど。まあ、でも逆にそれで、あ、じゃあオーガニック使ってみようかなってなってくれたら、ね、はい、全然それがありがたいことで。その辺の、バランスが非常に難しいところ。まあ、とにかく継続することが一番大事なので、やっぱり。ガチガチにしてもね。あと、フェアトレードの商品とかも出せるといいのかなと、持続可能な形の。うん、そうですね、フェアトレードも。チョコレートとかお菓子とか、海外からの公平な
取引で子どもたちがしっかり働き、子どもたちが学べるっていう支援をしているようなフェアトレードをぜひやったらどうかなって、県の総合計画にも今回位置づけてもらえるように、消費者が選ぶっていう部分でフェアトレード商品もしっかり選ぶ、普通のチョコレートとかだと100円だけれど、そうするとやっぱり児童虐待とか子どもたちがしっかり働けるだけの賃金を受けていなかったり、いろんな課題があるので、ここは知らない人多いよね、子どもたちの、ね、児童就労の問題ですよね、それも含めて、ね、そうですね、大事ですね、そういう使ってる商品ってほとんどオーガニックのものが多いので、うん、コーヒーであったりチョコレートであったり、あと調味料に関しては四つ葉生協がかなりこだわったものを販売されてるから、栃木県の、一緒にできるといいのかなと思ったりしますけど、はい、お醤油でも何でも本当にこだわって、牛乳とかも全部こだわってるので油とかも、うちは四つ葉生協を取ってます。うちも取ってます。一緒ですね。こだわってる人、みんなで言ってる。四つ葉生協さん、はい。もうお声掛けすれば、できてですよね。四つ葉さんとかね、はい。四つ葉生協さんはものすごい会員数が多いんで、はい、チラシをバッと、そうですね、ものすごい宣伝効果が、ね、確かに、まあ、あります。今おっしゃっていただいたフェアトレードの商品なんかも多分持ってきてくださると思うので、うん、そうですね、いいですね、四つ葉生協、はい、いいですね、確かに、まあ、四つ葉生協会員2万人ぐらいって言ったんだけど、今増えてるんですか？ですね、コロナでね、あ、増えてるんじゃないですか、多分、うん、野菜がやっぱり、あの茂木の有機の会でも足りないって言って、あ、そうですか、すごいですね、やっぱり、うん、コロナ禍で、いや、わかんないです、正式な数字はわかんないですけど、ね、うん、私もわかんないですけど、うん、なんか忙しくなったって、うん、配達員の人が聞きました。すいません、よろしいですか、はい、はい、どうぞ。です、あの去年文科でいただきますの映画の上映会をさせていただいたときに、四つ葉生協さんすごく協力してくださって、あのチラシも入れてくださったりとかしましたから、あのきっとご協力していただけると思います。すごいね、協力するね、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ちょっと具体化してきたら、ね、うん、したい、そうです、うん、はい、四つ葉生協さん、理事長さん仲良くしてるので、もし、はい、必要だったらお伝えしますので、 ありがとうございます、ぜひお願いします、はい、はい、順番に入ってもらうといいですよね、そうです、この勉強会とかにも、うん、あ、ちょっとお願いします、ぜひ、はい、まずはこ の、 あのミーティングに参加していただく、はい、お願いします、お願いします、はい、ありがたいです、うん、四つ葉の委員会活動しているので手元に資料ありましたということで、今26,063名の会員、ね、すごい、すごいですね、6000人ぐらい増えたかな、だからね、外出ないね、すごい、社会にいるとね、ちょっと成り立つよね、配達の時にチラシを全部、ね、入れてくださるので、うん、それを見て来てくださる方もいらっしゃる、で生産者とつながりたいっていう方も多分いらっしゃると思うので、うん、はあ、すごいいいですね、うん、ありがたい、はい、はい、ぜひなんか大和田さんの人参もぜひ食していただきたいな、その時に四つ葉生協、はい、の皆さんにも、はい、人参ジュースを四つ葉生協さん、人参ジュース、はい、それ絶対いいと思う、みんなで提案しましょう、それね、ね、嬉しいですね、畜生のものがあると畜生種の宣伝にもなるし、人参の宣伝にもなるし、すごいプラス効果、はい、おー、すごーい、ぜひ、ワクワクです、
すごい、なんかそういう循環がね、やっぱりこう起こっていくとすごくいいですよね、うん、こういうことで、うんうん、すごいワクワクしています、うん、今野原さん、続きっていうか、まあ大体こんなところですか。まあちょっと質問みたいなのあれば、うん、自分の経験上でしかお話はできないんですけど、はい、前回おっしゃってた茨城県でなんかあの県がのマルシェ大失敗したって、それは具体的にはどういう内容だったんですか。オーガニックファーマーズマーケットっていうのは、まあ2000何年でしょうね、秋田とか、そうですね、秋田の方で始まったり、うん、してですね、結構県の農政部がそのオーガニックファーマーズマーケットみたいな形で開催し始めたんですね、うんうん、で茨城県もやろうということで、うん、あれ2000この前2014年って言いましたっけ、2000、うん、この間の情報だとすいません、ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、でまあ、農政部主体で、実はオーガニックマーケットをやってらしいんです、はい、うん、原あたりなのか、うん、はい、ただもう、うん、全然情報が拡散できなかったみたいで、うん、行政指導でやったんで、うん、農家さんの反発まねて、しかもお客さんが全然来なかったんで、うん、はい、もう建前でやっちゃったような感じなんですよね、うん、他の県がやってるからみたいな、うん、それはワクワクがないですね。そうです、ワクワクがない、内容が伴ってなかったので、とりあえずやるだけやってやるみたいな感じなんじゃないですかね。2014でした、あ、14年ですね、はい、はい、ちょっと時期が早かったんですよね、うん、なんか今オーガニックブームってなんか群馬の方からスライドしてきてわーっと来てるんです、うん、はい、ね、今水戸あたりでもだいぶそのオーガニック野菜を求める人が出始めてきて、うん、買えるところがないんで、水戸の大工町というところに、あの八百屋うさぎさんという方がいらっしゃって、そこが結構、はい、うん、唯一買える場所ということで、はい、ひたちなかとかわざわざ買いに来るお母さんたちもいたりして、まあ、この水戸線沿い結構ものすごいなるほど、ね、はい、ニーズが高まってますね、うん、なるほど、はい、じゃあ筑西下館から線路を広げよう、ですからちょうど中間地点ですので、はい、重要な拠点になるんじゃないですかね、はい、その話もすごくちょっと重要情報ですね、はい、筑波水戸あと小山も今経済発展してどんどん人が住みついてるので、まあ、いろんなところから、うん、まあ、四つ葉さんも山ですから、なんかあのお店を出していただく方たちには売り上げの何割かは事務費としてとかそういうこともされるんですか。なるほどね、ちょっと場所代とか、はい、かっていうのはまだなんか、はい、全くその辺はそういうのは、うん、はい、考えてなくて、考えてないけど、はい、まだあのこれからです、その辺はどうしていくかを検討しなきゃいけないのは、はい、むしろどうそういう過去のマルシェとかそういうのってどうされるの。そうですね、あの出店料っていう感じで、まずは、ね、要するにあのそうですね、運営していくにあたってですね、いろんな重機とか必要になってきますし、チラシとかそういったものも発行したりしなきゃいけませんので、どうしても、金額的には必要ない経費として必要になってきますね。ですから、まあ、出店料として、一律いくらで決めるのか、もしくは共に成長していくっていう過程で、例えば売上の 10% とか、はい、そういう感じが多いですかね、はい。あ、道の駅は無料で貸してもらえるんですか。あとは、あの、はい、あのそれは、もちろん全く無料ではないです。そこは、はい、今なんか4月からいろいろ図書なんかちょっと変わったりするかもしれないので、はい、それは作成中ということなので、はい、それは配信情報がまとまり次第いただくことにはなります。はい。そうなんです、あの芝生のところを全部借りてっていう形ですか。あの芝生のところっていうか、あの現時点では例えばその芝生のところに、はい、例えば現状況とかもクラフトマルシェとか出してるんですけれども、はい、あれ多分1点と、はい、いくらかな、
1500円とかかな、わかんない、なんか そういう感じらしいんですよ、あのイランテラスが。で、はい、キッチンカーは例えば1台1日5000円とか、うんうん、そういう風なグランテラスに納めるお金はそういう感じなんですね、はい、なので、あの、はい、運営事務局が出店料を例えば決めて、はい、支店と、まあ、3000円にするか4000円にするか分からないですけど、まあ、そういうふうにするのか、今野原さんおっしゃったように売り上げの何パーにするのかは、はい、これからちょっとあの継続的に開催することを考えて、そうですよね、はい、あの私たちの中で、まあ、まとめていくっていうような、うん、検討していくっていう感じです。なので他のマネージャーさんがどうされてるのかっていうのところは、はい、あのまあ、ちょっと、まあ、ヒアリングとかを聞いたりとか、うん、まあ、ちょっと調査は必要ですけど、はい。はい。そうですよね。道の駅に払わなきゃいけない金額は最低でもないと厳しいですもんね。あ、あります、あります。もちろん、それは、はい、あの当然、はい、貸していただいてるんで、はい、まあ別あの。貸し切りっていうわけじゃないですけど、私、本当にあの、あそこ全部か借りて、もうなんか、何十万とか言われるのかなってちょっとドキドキしてたんですけど、はい、あのまあ、そういうことではなかったので、あそこはやっぱダイバーセクターなので、はい、まあちょっとあの場所をあの借りるっていうところとはちょっと違うかなっていう、はいはい、はい、あのいいですか、はい、あどうぞ質問、はい、井上さん、あのグランテラスで出店ハンドメイドでしたことあるんですけど、1500円でした。あ、出店料、あ、ね、確か、はい、1日1500円でした。1店と1500円って私もなんか聞きました、うんうん、それがそのまま、はい、裸っていうか、うん、まあ、そうなんだと思います。私はあの主催者側に払ったお金は1500円でした、で5月の1日2日も出るんですけど、それも同じ1500円です。あ、そうですか。じゃあ多分今は現状そのままだと思います、はい、まあ、4月、あ、じゃあ5月もそうだったらそうなのかな、うん、あんま高くすると言ってなかった、高くするとは言ってなかったので、だからなんかちょっともうちょっといろいろルールみたいなのをまとめて、それはあの、うん、その辺は今まとめているところみたいな感じで、だから今コロナの関係もあるので金額を上げるってことはおそらくないと思うので、うん、で、あのちょっと楽観的に考えてますありがとうございます、井上さん。じゃあそれはおそらく 今後もそれで多分いけるような気がします、はい、ですね。だから運営サイトとしてその事務経費みたいなのをどうしていくかはちょっと要検討という感じになります、うん、はい、うん、何か他ご質問ご意見ある方お願いします。って結構かかるから、ね、すごくすることになると結構かかるよ、ね、うん、四葉盛況さんとか出演者さんに配ってもらうとなると 何万ってかのレベルだと相当印刷代かかる、多分全域じゃなくて、そうですよね、ええ、なんかあのダウンロードしてその開放に載せるとか、そういう感じになります、ね、そうですよね、その何万円分も私たちが持たなきゃいけないじゃん、ね、ちなみにこんなのが毎週入ります、四つ葉で、あら、うん、そうですね、それか、これに四つ葉だよみたい、しっかりしてますね、と入れてくれるんだと思います。お、素晴らしい。で、入れるのにお金とかは取られません、うん、あ、そうなんですか、そうなんです、ね、ありがたい。そういう特別版とかありますから、はい、あの人参ジュースとかはこういう形で掲載してもらえるんじゃないかと思います、うん、非常にありがたい、それもぜひあの四つ葉盛況さんにご協力をお願いいただきます、うん、はい、分かりました、ありがとうございます、うん、はい、他に何かありますか、どんなことでもいいです、意見ご意見ご質問ボロボロ。なんかせっかくなら、こう事務局側のこう商品みたいなのが一つオーガニックでできるといいのかなと思ったりするんですけど、継続して販売できるような6次産業じゃないけれど、農商工連携気持ちはありますけど、はい、それはどれだけがそういう。
あるね、できるかどうかがね。なんか朝たわしワークショップとか考えています。朝たわし作り、あの、なんだっけ、アクリルたわしが流行ってるけど、まあ、ちょっとこううるさいこと言うと、マイクロプラスチックの問題とかがあると思うので、朝に変えていこうよっていうのを、あの、表だって言わないでこう楽しく、はい、ワークショップ形式とかでしながらやっていくといいかなとかいう話は細々、はい、しています、はい、いいですね、はい、なんかそんなような、でもいろいろ考えて、はい、はい、グッズも作りたいって気持ちはあるんですけれどもね、まずそんな最初からそんなにお金がかけられないって、やっぱ体にいい、はい、いいこととか、うん、環境にいいことでやっていきたい、うん、はい、はいはいはい何かあこういうの作ってほしいっていうのがあったらぜひ教えてください。わかりました、はい、ありがとうございます。すみません、あのご質問よろしいですか。はい、高本です。すみません、あのオーガニックマルチに対するあの JA の反応っていうのをちょっとお聞きしたいんですけども、どうでしょうか。 JA の反応、なんか農協ですよね。 ありますか、今までか過去に。JA が、あ、自分は今まで JA は絡んだことはないんですけど、ここだったら八里ですよね、はい、の JA に有機深いがありますよね。ああそうです、はい、で北つくば、JA のアプローチっていうことを強めるんだったら、はい、その八里の JA のその有機深いの感謝の野菜を一部取り扱わせてもらうとか、はい、そうするとなんか結構間口が広がるんじゃないかなっていう、感じはします。はい、JA によってやっぱりもう、もう石川県の羽咋市では自然栽培に取り組んで、うん、道の駅そうですよね、連携してやってるところもありますもんね、うん、はい、すごい、はい、いろんな JA があるんだね、もう JA でももう生き残りに、うん、もう、はい、試行錯誤 して自分たちは自然栽培を強めていこうということと、うんうん、ちょっとあの、まあ、ちょっと巻き返しにあってちょっと下火になっているところもあるんですけど、はい、難しいですよね、なかなかね。あの、いろいろちょっと調べたらやっぱり日本全国でも地域によって JA の取り組み方が違うっていうふうに出てて、まあ、そんな有機農業にこうあの先進的な農協だとか、まあ、やっぱり農薬を売りたい、化学肥料を売りたいとか、もうそういうような地域差っていうのがあるんで、うん、まあ、栃木県、まあ、関東地方とか、まあ、茨城とか、あの、まあ、そういうのもどうなのかなっていうふうなのもちょっと気になりました。はい、そうですね、あの農家だったら JA 花野とかどっちかっていうと観光、はい、栽培ですもんね、まだ、はい、オーガニックには全然興味を示さないんですけど、ですね、はい、では筑西市で始まったオーガニックマーケットが JA の、石岡市の、はい、JA が絡んでその有機野菜を出してるっていうことになると、ちょっとインパクトを与えるんじゃないかと思うんですよね。あ、はい、茨城県の 石岡は有機農業に対してこう利権があると、石岡市の八里っていうところはもう有機農家さんの宝庫ですから、メッカですよ、ね、あ、はい、なるほど。自然栽培は 3,4 人しかいないんですけど、もうちょっと、ね、はい、いや、自然栽培あんまり聞いたことないね、はい、自分が把握してるのは 3,4 人ですね、はい、なるほど。あの四葉生協さんの、有機野菜というのは、はい、その石岡市の八里の JA の有機部隊というところがありまして、はいはいはい、ここから毎日運んでくるんです。あ、ね、はい、ですから遠いですよね、小山から石岡って遠くないですか。そうですね、多分四葉さんのトラックなのか JA のトラックなのか分かんないですけど、毎日来るんですよね。はい、茂木の有機農家さんとの橋渡しをしたときに、毎日持ってきてほしいって言われたんです、最初。はい、でそんなその物流をできるような農家さん、まとまんないということで、はい、定期的に納めるような形を取らせていただいてるみたいなんですけど、そういう石岡の農協の流通網っていうのを利用したらば、あの有機農業をやりたいっていう農家さんなんかの所得が上がっていくとかっていうことになりますよね。そうですね、ただその JA に属している有機農家さんと、はい、属してない農家さんが、結構いらっしゃるんですよ。石岡って何十人っていると思います。どのぐらいいるんですかね、はい、40、50人はいるんじゃないですか。そうなんですか、そんなに
有機農家さん、もう有機農業のメッカなんです。茨城って結構生産者多いんですけど、ニーズが伴わなかったんですけど、だんだんその今ニーズが上がってきてるんで、これからちょっと本当に面白くなるんじゃないかなっていう、そういう先駆者の人たちとつながることが重要かなと思いますけど、そうですね。石岡のどうぞ石岡の有機栽培をしている農作物って何が多いんですか？野菜ですね。お米作ってる人もいらっしゃいますけど、あそこは野菜結構出してると思いますね。葉物が多いんですね。まあ、農家さんによっていろんな野菜作ってる方いらっしゃいますね。はい。ありがとうございます。うん、はい。一部ではちょっと肥料の使いすぎで、その、まあ、先ほど上がってました硝酸態窒素の問題が、はい、ちょっと、心配されてる声も上がってる地域もあるみたいですけど、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、つなぐと面白いかもしれないですね。もしくはまあ協力とか協賛という形でアプローチして、はい、名前載せるだけでも結構インパクトあると思います。DA が、ね、関わってるってなると信頼度上がりますよね。ただその JA のその J やさとさんとどういうふうにつながったらいいかが、四つ葉さん通せばもうつながってますから。まず四つ葉さん、はい、まずとつながって、しだらさんお願いします。わかりました。お願いします。そしたら、ね、そうですね、まあ、その前に地元の J さんにちょっと、お誘いしていて声かけた方がいいですね。声かけて、ちょっと有機農家さんいませんっていう話を向けるんだったら筋が通りますけど、いきなり向こうだとちょっと、ね、飛ばしちゃうと、あいつだみたいな感じになる可能性もあるんで。そうです。北つくば農協さんには子ども食堂の食材をいつもお世話になっているので、みんなでご挨拶に、そしたら行きましょう。はい、さすがです。さすがです。よろしくお願いします。じゃあそれお願いします。はい、助かります。この辺だと JA 北つくばになるのか、ね、北つくばになるんですね。でもし最悪あの、ね、うまくいかなかったら、あ、私ほら全農との取引してるから、はい、全農から声に、全農出てきた。あ、すごいなんかすごいね。それは大きい。ありがとうございます。ありがとうございます。紹介してもらうのは可能。ありがとうございます。控えていらっしゃる。さすがです。やっぱり有機農業、オーガニックのムーブメントを作るのに手っ取り早いのは、大組織である農協をこう動かすというか、そういうところから、まあ、攻めるのも本当に有効なのかなとやっぱり考えてたので。なるほど。で、そう、今まではもう観光栽培で農薬を売って儲けるっていうのが農協で、まあ、地元の有機農家さんとか仲が悪いっていう人が多いんですけども、でも先進的にそういうふうな有機農業、オーガニックに理解のある農協さんもあることはあるので、もし茨城県の石岡っていう、ね、石岡がね、協力的であれば、まあ、そういうところと密にコンタクト取って、まあ、戦略的に攻めていくのも、まあ、いいのかなっていうふうにやっぱ思います。はい、素晴らしいですね。仲良くなりたいよ ね、 なりたい。で、まあ、そういう人たちと技術共有できると一番いいんですよ、ね。まあ、野菜を栽培するにあたって無農薬でやるためにはいろんなやっぱり技術が必要だから、そういう話し合いするとすぐ打ち解けてしまう、ね。そうですね、そういう機会ね。じゃあ、ウランテラスで会議やるか。グランテラスの多目的室借りて、JA とオーガニックプロジェクト、ぜひ一緒にやりましょうみたいな感じで。交流会でいいよね。それは全然ありです。お野菜食べながら。なるほど、その戦略いいですね。はい、はい、あとは、ね、本番の時に、オーガニックで作った料理を子供たちに提供する、食材を入れて、作るのはお願いします。
でもあの多目的室に調理室ってあるんだよ。だから、うん、そこをもう別に借りて、うん、そういうのをやるっていうことは全然可能だと思う。うんうん、そうオーガニックってのはこんなに美味しいんだよってことを、うん、あのアピールしてて 無料で。うんうん、ああ、子供食堂、はい、あ、一日子供食堂みたいなコンセプトでやればいいんだ。そう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 、出張食堂、あ、それいいね。どうですかね、出張食堂。すごいいいですね。うん、あの お料理作ってるおばさんたちはご紹介できますけど、みんな作りにやってくると思う。いいですね。うんね、イベントのだから出張子ども食堂やってくださると思います、うん、あの子ども食堂のおばさんたち。の中にあのマルシェで売れ残った野菜で出張子ども食堂につながれるのに、あ、じゃなくて、うん、だって最初からやらなきゃいけない。マルシェこれはあの提供できる人は提供すればいい。うん、すごいいいですよ。すごい。子ども食堂を、はい、あのマルシェ開催中にやるわけ。そうそう。皆さんやれば。この野菜は別に提供してもらって、なるほどね。オーガニックの野菜を提供してもらって、うんね、お母さんとか他のところもお声掛けして。四つ葉説教さんも調味料とか提供してくださいますよ。子ども食堂。あ、いいですね。はい、野菜すごくいいと思います。安心な。うちはほら食材は提供できるから。ね。ね、みんなに安心な、うん、そう、体に、そらくその頃はジャガタマ人参は全部できるよ。 あとは刃物とかね、はい、いろいろなものはできる。そうです、子供食堂の、はい、おばちゃん、お母さんたちオーガニックのお医者さん体験してもらう、うんうん、ですよね。お料理上手だし、はい、ああ、よし、はい、びっくりした、びっくりしたね。そんな、いくらなんだよ、いくら、ここがオープンって言っても知らないのが気に入らないあと、もう一ついいですか。はい、北木場農協もあのグランテラス畜生を作る時の最初のメンバーになってるんですね。協力メンバーっていうか、あ、下館商工会議所もそうですけど、そういう形のこう中心なメンバーになっていて、11月にはいつも農協祭りがあるんですよ。明けのも今日も関城も旧下館も、そこと重なってないかな、ちょっとそれが心配だなと思って、地元の農協さんと連携するにあたって、日付はいつですか。11月3、4、いつってなんか5、6、7、これに借りて書いてるのが5、6、7の金土日です。今借りに押さえていただいてるのが。確かに重ならないかは重要ですね。重ならない方がいいな、農協祭りに。農協祭りは決まってるんですか。大体今年はコロナで、いや去年はコロナでなかったんですけど、でも大体11月のどこかの土日を使いながら、明けの今日は関城下館が重ならないならないようにやるんですよね。うん、でも早めに聞けば教えてくれると思うんですけど、大体この日でやるっていうのは決まってるので。じゃあそれはちょっと、はい、確認してみます。ことしかない。そうです。現時点では。6、7、8なんですね。5、6、7。金土日。金土日。金土日。わかりました。はい。もし被ってたら。どこか被ってそうな気もするけど、ちょっともう一回確認してみます。お願いします。はい。はい、じゃあそれはあの分かり次第早めに情報をお願いします。はい、はいはい、それからもうみんなで農協さん あの組合長にご挨拶に行って確認してきてもいいかもしれないですよね。そうですね、重ならないようにやりたいからって言って、はいはい、じゃあなんかちょっとそのつないでいただくと重さが回りますので、はいはい、そうですね、はい、日程も調整のためにって言って、はい、で農協さんはちょっと立てるような感じで、農協さんのものに合わせないようにしたいって言って、はい、じゃあ、うん、ちょっとその辺はあのちょっと設楽さんご協力お願いします。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。よし、じゃあそんな感じで他にご質問等々ご意見そしたら一区切りついたら、あの今日は何としてもそんな感じでマルシェの名前はなんかね決めたいなっていうのがあって、皆さんにあの
事前に資料と一緒にお送りしていると思うんですけれども、何かお名前の、考えてきていただいたり、あ、なんか坂本さんからは伺いましたよ、なんだっけ、一つシャルルっていうのと、もう一つ紬っていうのも伺いました。はい、ありがとうございます。あまり深く考えたんじゃなくて、ただ単に思いつきなんで、はい、まあそういうのもあるよっていう感じで、まあそういうのも、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、なんか皆さん他になんか考えてきた、こんなのどうっていうのがあったら、今マルシェの名前をね、ちょっと、じゃあマルシェの名前、うん、で、あげたらこっちのホワイトボードに書きた、あの紬と、あのなんだっけ、はい、シャルル、あ、シャルル一応書いてるんです。他なんか皆さん考えていただいたの、あのザクバルにいいですよ、あのミュートをオフにして、あの言ってください。オンにして、あ、オフじゃない、オンにして、ミュート解除して、音声オンにしてお願いします。シャルルはシャルルマルシェ、シャルル、紬はアルファベットとかひらがなとかありますか？そこもさ、紬は ひらがなですか？いや、うん、まあ どれでもいいんですけど、思いついたのはカタカナだったんですけど。カタカナ、うん、シャルルってどういう意味で、ま、あの、ま、マルシェを調べたらフランス語だったんで、で、まあ、シャルル・ド・ゴール空港っていうのはフランスにあるんですけども、はい、そのシャルルっていうのが僕好きだったんで、まあただ音だけでいいなと思って提案したんですけども、はい、なるほど、あ、かわいい。で、紬なんですけども、鈴木さんの資料を読ませていただいてたら、結構あのジャパニーズテイストというか和風な提案がいっぱい書いてありまして、なんか色とかのなんかいろいろで、その和のイメージを持った時に、そういえば龍騎紬っていうのがあるなと思った時に、紬っていうのはこのマルシェのコンセプトにあるように、まあ、地域の人たちがつながっていくっていう風な形で、あの人とか産業っていうのをこう織りなすような形で、まあ、社会が成り立ってるんだよと、その中心地として、まあ、マルシェっていうのをやるんだっていう風な、まあ、コンセプト的な意味合いとして、まあ、紬っていう風なことを、まあ、ちょっと思い浮かんで提案しました。一つよろしいでしょうか。はい、あの参考になるか分かんないんですけど、これ見えますか？見えないかな。何の議会に決定、みんなの議会、あの真岡市議会は、まあ、どこの議会もあの広報誌を出してるんですけど、だいたい市議会だよりっていうタイトルで出しちゃってるんですけど、真岡市議会は4月時期からあのリニューアルをするんですね。中身も見やすく活字を大きくしたりとかで、それに合わせてタイトルも変えようっていうことで働いあの委員会が動いてまして、で3つ上がったんです。でその中から絞り込むのに、委員会で決めちゃうんじゃなくて、市役所に来庁された方々に投票してもらおうっていうので、あのアンケート調査を市役所のロビーでやりました。で980人プラス15人だから1000人近い人が参加してくれて、あの白い赤いシールでこう貼ってってやったんですけど、これをやった意味って、あの選ぶだけじゃなくてやってみて感じたのは、そこに参画したっていう印象が、その市民の方や来庁者した人の心に残るんじゃないかなって思うんですね。だからここで一つに絞っちゃうんではなくて、皆さんからいくつか上がったやつの中から3つぐらい選んで、それを第1回目のマルシェの時にあの模造紙貼って、どれがいいですかっていうようないらっしゃったお客さんに選んでもらってで決めるっていうような方法をすると、私が選んだのが決まったわとか選ばれたわみたいな
が心に残って、はい、ビートにつながっていくかな、お客さんを広げていくのに広がっていくかな、議会だよりも自分が選んだタイトルが決まったわとか、自分が関わった事業に、事業に関わったっていうことが心に残って、うん、今までは議会だよりなんか読まなかったんだけど、はい、あの見てみるっていうか手に取って開いてみるっていうことにつながるかなっていう、うん、なんかそういう風な発展が想像できたので、そういうやり方もあります。あ、なるほど、すごいいいアイデアです。とってもいいアイデアで、ね、すごい。ちなみに何に決まったんですかそれで。ちなみに、3つ出てたのは、みんなの議会と、あと議会の広場と議会の扉っていう3つあったんですけど、流行ってます。それで何になったんですか。みんなの議会がダントツ537票、これ以外がだいたい200前後でした。みんなの議会って市民から選ばれてみんなの議会という名前になったっていうのは、それはある意味大きな意義がすごいありますね。やっぱり市議会はなんかみんなが参加っていうかね、の代表だっていうのがすごく反映されてますよね。なんか取ったとか、そこに参画したっていうことが、うん、今度議会代理が家のポストに入った時に、うん、あ、これこれ私投票したわみたいな感じで、うん、今までメモしなかったような議会の広報誌を見ていただける人が増えるかなっていう期待感がとてもあります、うん、だからマルシャも自分が参加したっていうことで、こうリピートしていただけるのに広がるかなっていうイメージがあります。いいですね、確かに。ご参考になれば。はい、ありがとうございます。はい、ちなみに筑西市は何て名前でしたっけ、ひとみさん。そういう議会だよりみたいなやつって。ピープル？議会だよりじゃない。あ、議会だよりか。議会だよりそのまんまの回ってきますよね。大体そうですよね。そうですね、わかりました。議会だよ。まさに議会だよ、はい、で。ちゃんと目読んでますよ、私は。そうですよ。なるほど。じゃあ、そういうのを参考にして、まあ、とりあえず、じゃあ、別に今日、確かに今日中に決めなきゃいけないっていうものは全然そういう意味ではないんですけど、まあ、どんなのがいいかなっていう感じで。まあ、それで私たちが一応事務局っていうか、我らが考えた案は皆さんに参考として、出して、あ、まあ、今日初参加の人は出てないかもしれないけど、出してるのが一応ありますよね。それについての意見をもらうでもいいや。そしたら、あ、マルシェの名前について、マルシェの名前についてでいいんじゃない、うんうん、共有、あ、これ、はい、されましたかね、はい、あ、そうですね。イメージカラーは藍染めの藍色で、ちょっと画面だと見づらい。まあ、そういう藍色、まあ、言いにくいけどあれですね。あ、今画面共有しちゃってるから、あ、そうか、見えない。見えない。そうだ、うん、まあ、あれですね、まあ、書いてあるのでね、あ、インディゴです。インディゴブルー、デニムの色ですね。見えるのか、これで見えるのかな、皆さん。見えてるのか。で、ワルシェナチュラルな感じで、朝一応私たちが考えたのは、これどこに出てくるんですか、名前が、私たちが考えたやつは、まあ、意味からいくとここら辺からなんだけど、うん、まあ、こ結果から言うと、それで、あ、そうそう、それで私たちが考えたのは一応この、まあ、ファーマーズマーケット八百市っていうのを、まあ、一応案として出しました。そうですね、そう、和洋折衷とバランスとで、まあ、なんかどうだろうかっていうのが、まあ、まあ、だからさっきの、で言うと、まあ、これも含めてもうあと2案ぐらいを出して、まあ、1回目はじゃあ仮になんか、まあ、何も
3つにばらけちゃったらだからまあとりあえずでも本当はこれカッコ仮みたいな感じで本当の名前は当日に決めるのに皆さん投票してくださいみたいなのもありかもしれないんですけど、そうですね、この間私たちその他のマルシェのつくいちっていうのを行った時は、つくいちってすごい分かりやすくて月に1回っていうのとつくばでやってる市場だよっていうのとなんかいろんな意味が微妙なバランスでかつ分かりやすいっていうんでまあいいかな、とっても素敵だなと思ったんですけど、なんかねそういう風にで、しかもつくいちはあれもう2008年からやってるっていうか、もう10年以上も続いてるっていう、さっきの野原さんのお話じゃないけど本当にすごい継続してる、うん、ね、いいマーケットの一つだよねっていう感じがしたんですけど、うん、あそこは生産者しか出ないんでしたっけ。やっぱりね こういう感じの、うん、私たちそれをちょっとパクってる5対3対2っていう、うん、そういうつくいちの比率なんですよ、うん、だから 直生産者は 5割はまず必ず、うん、必ずっていう、うん、自分のところで作って販売してるっていうところの人たちで、そこは残った野菜はどうしてるんですか。あそこまでちょっと聞いてなかったんですけど、うん、ただね、なんか持ってきてる量がそもそも少なそうでした。私たちは午前中の割と早い時間に行ってたんですけれども、うん、お野菜がそもそも少なくて、野菜、まあ、そうそう、まあ、ですからね、うん、はい、そうかも、それもあるかもしれないし、それ以外のお店がもう多かったんで、そうかったね、うん、じゃあファーマーズマーケットっていうよりはやっぱりマルシェ、オーガニック系のマルシェみたいな感じですかね。そうですね、全あの前回 ね、この間はね、食べ物屋さん結構多かったね、とかパン屋さんとか、うんうんうん、そういう感じだったよ、ね、そう、なんか麹屋さんがあったり、うん、お野菜は行ってんの、八百屋さんは1店舗だったっけ、ね、私前も買ったところ、うん、出たちょ前はあった、もっとあったけど、そう、うん、そうだからもしかしてバランスも変えてきてる、うん、そうだね、でやっぱりファーマーズマーケットっていうと1年に1回じゃなくて日常的にやってるマーケットっていうイメージが結構定着してるんですよね。あの名古屋のオアシス21っていうところで、その市の施設の下で軒下で農家さんが30人40人集まるところがあるんですけど、そこはもう、愛知県、三重県、岐阜県、静岡から農家さんがわーっと集まって、はい、よく競合しないなと思ってるんですけど、成功してるマーケットですね。そこはもうファーマーズしか出れない。はい。あ、それなんか違う。なんかナビかも。誰かな。なるほど。そうか。ファーマーズマーケットっていうと、農家さんのイメージが逆にあるっていうか、うん。そうですね。例えばここ日常的にここで月1回か2回やるのをファーマ、うん、ファーマーズマーケットの名前にして、うん、まあその集大成がイベントみたいなやつはもうちょっと違う、まあ、なんとかフェスとかなんとかマルシェとか、マルシェがいいかもね、うん、そう、1年に1回ってことはお祭りなわけですから、うん、はい、うん、そうですね、まあでも1年1回でもまあそうですね、ファーマーズマーケットでも栃木県でも、まあ、栃木の台所っていうオーガニックファーマーズマーケットって言って、うん、15人ぐらい生産者が出て、であと20店舗ぐらい、2、30店舗ですかね、まあまあそういう飲食関係のところもありますけど、まあ、でも通用しますかね、ファーマーズマーケットスペシャルバージョンみたいな感じですか、じゃあ、ね、いつもはここでやってるけど、うん、 そうね、それのスペシャルフェスタみたいな、まあね、捉え方、そもそもだからそういう目、まあ、そのファーマーズマーケットよく行くとか、まあ、オーガニックマルシェとかオーガニックマーケットによく行く人は、まあ、なんかそういうイメージあるかもしれないけど、そもそもオーガニック、ね、今回は割と知らない人も含めてのターゲットなので、うん、なんか連動してるからまあいいのかなっていう感じはありますよね、うんうん、そんな本当にただ年に何回かの今お聞きしたね、あの野原さんが言ってくださった日常的なイメージっていうとのと、あとその名前との、その乖離、その
イメージが離れちゃうかどうかっていうところですけど、それを、まあ、日常的に風の家でファーマーズマーケット八百市ってしておいて、うん、で、グランテラスでやった時にもちゃんとそのパイプを作っておくっていうか、うん、そうですね、こちらへの、うんうん、日常的にも買えるよっていうパイプを作っておくと、うん、そこの説得力っていうのが出てくるのかなとは。思わず、八百市のフェス版みたいなのがグランテラスで月にやるよ、年に2回はやりますみたいな、うん、ファーマーズマーケット八百市スペシャルエディションみたいな、うん、それも、まあ、そういうのもあり、まあ、ありかなというイメージもありました。そうですね。まあでも他に確かに、うん、みんなに選んでもらうみたいなのもね、ね、あってもいいかもしれないから、ね、それにしては、うん、もう2案ぐらいが必要なので。そうだね。はい。あとは皆さんなんか本当全然ご意見イメージ書いてあったよね、この辺にイメージがあるので、名称についてキーワード、オーガニックのキーワードもここにまとめてあるので、うん、なんか思いついたものがあればこれを見て、そしたら逆に初回までにゆっくり考えてもらって、うん、初回でみんなで考えて、うん、そしたら2回目もみんな来てくれる、うん、のかなって思っちゃった。まあでも選んでもらうにしたらその先に3案ぐらいは出しておかないと。絞らないとね。でも 日にちはあるから、まあ、ゆっくりでもいいかなとか思っちゃった。ただ一つも問題というか、チラシを作ったりするときにいずれにせよなんか仮でもなんかじゃあ、うん、オーガニックマルシェっていうのかマーケットっていうのか、なんかそうだね、なんかそれはなんかチラシ作れない、ね、あまりにも、ね、名前ないとさ、なんだかわかんないよ、なんかそこはこう広げにくくなっちゃう、あとロゴとかね、そういうのも作れないからね、うん、そう、まあ、だからここで日常的にやるのをとりあえずじゃあファーマーズマーケット八百市にしておいて、どうですかね、ファーマーズマーケット八百市、皆さん皆さんどうですか、そうそう、ファーマーズマーケットシャベルとかファーマーズマーケットつむぎ、あとは、まあ、ちょっとこちらの意見だと何があったんだっけと、なんかいろいろ出てたんだよね、あ、はい、まあそう、楽市とかもあった、そうだね、ここら辺かな、エチオピア巡りとかつながるマルシェとか畜生楽市八百市、まあでもなんか畜生なんか楽市楽座って確かにね、今日のチラシまあまさになんかグランプラスでやってて、いやもうかぶったなと思って、あ、これはないなって思ったんですよ。まあだからね、考え思いつきやすい、ね、楽市とかは確かに、うん、巡りマルシェとかつながるマルシェとか、つながるマルシェ、巡りマルシェ、ね、うん、どうでしょうかね、そうか、なんかこんなのがいいなとか、ノハさんがやられてたのは他に名前的に言うとどんなのがあったんですか、そのマルシェの名前っていうことだけに言うと、そのさっきの栃木の台所とかはなんかすごいしっくりくるなと思ったんだけど、他にはどんな、なんかその1年に1回のフェスは栃木の縁日っていうのがありました、栃木の縁日、はい、と、まあ、茂木は森と里のつながるマルシェ、すごいな、マスクだとレインボーマーケットっていうのがありましたし、レインボーマーケット、レインボーマーケット、市貝町っていうところはヘルシーマーケットっていうのは今でも続いてますね、すごい、大和田さんがおっしゃってくれた、ハワイの見ましたよ、私たち、ね、KCC マーケット、ね、KCC マーケット、なんか楽しそうでしょ、楽しそう、ね、なんかさ、本当にすごい、KCC なんかの頭文字何だったんだっけ、俺調べてない、わかんない、そこはきっとでもそう、その、ね、動画見ただけじゃね、その名前の由来とかまではちょっと書いてなかったからわかんないんだけど、うん、もうなんかすごい、
楽しそうだった。いろいろね、食べ物もあるし、音楽もあるし。そうですよね。ね、いいです、あれ。ああいう生産者もたくさん来てるし。理想な感じで、ねね。でもコロナでやっぱり1年近く中止って言ってましたよね。それがついこの間3月のオープンになって、ね、場所は変わったけどみんな心待ちにしてたようでみんななんか楽しげに人々と言っててそうねああいうの本当やばい。なんかあとレインボーフューチャーの大和田さんから始まるからレインボーとかも一つで。ああ、マルシェの名前はレインボーね。はい。虹のマルシェとか。虹のマルシェかわいいね。虹のマルシェいいかもね。ね、虹のマルシェかわいい。掛け橋になるので生産者の皆さんとも。そうそう。なんかつながる感じも何かあるし。はい。ね、楽しさも、うん、あ、そうだよね。本当だね。虹もね、この辺に書いたんだよね。ね、キーワードの中に。楽しい感じするし。かわいい感じ。うん、虹のマルシェ、いいんじゃない？かわいい。かわいいね。虹のマルシェ、うん。虹ってすごい、雨上がりにすごい出るしね。すごい、うん。ハワイで思い出したの、虹いいなと思って。ね、やっぱ虹いいよね。ねあ、私のスマホも虹でしたよ。素敵です。今、パッて見たら。面白い。虹のマルシェいいかも、ね。なんか虹のマルシェ。架け橋にもなるしね。ね、シンプルでいい。生産者さんと消費者も。本当だね、つなぐね。なるほど。虹色で、ね、なんかロゴも作りやすそうじゃん。作りやすい、なんかワクワクする、聞いていい決まりそうな今勢いがどうですか皆さん、虹のマルシェ皆さんこれは知ってますよね。あーなん、シトラスリボン、うん、なんとかシトラスリボン、シトラスリボン、あのコロナの被害者の偏見をなくしましょうって、はい、活動もさせてもらってまして、はい、このボランティアの団体の名前が虹色儲かって言います。虹色儲かしだから儲か、ああ、もう、あ、もう、かわいい、お菓子の儲かね、あ、はい、虹色使ってます。あ、虹色いいですよね、思いますよ、虹って確かにね。ちなみに格闘して動いてる人ってメンバー何人なんですか？私3人です。今は、はい、たまたまうち7人だったんで。あ今ね、見てみて。虹色マルシェはあるけど、虹のマルシェはなさそう。虹のマルシェ。じゃあもうちょっと一つの候補としてそれは。虹のマルシェ。虹のマルシェ、なんか可愛くていいですね。子供食堂とかやるんだったらよくない？なんかね、みんな虹って悪い印象ないもんね、ね、誰もね、うん、そう、雨上がり、雨降って地固まるの、それで太陽が差してくるときに必ず虹って出るじゃん、うん、ね、なんか希望の感じもするし、確かに、ね、うん、虹と富士山って誰も幸せにしてくれますよね。確かに。富士山ね、確かに。そうですね。それはいいかもしれない。ちなみに、この間アンケート1週間やった時の、何こんなにみんなやってくれたんです。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。これか。すごい。あ、見えてますか？見えてます、すごいいっぱい、すごい、はい、約1000人、すごいですね。シールで皆さん貼っていかれたんですよね。あのコロナなので、はい、貼るのは議員がやりました。あ、必要、コロナ対策で。そうなんですか。どれがいいって言ってこうやって貼っていく、で割とあの極端に今見ていただいたようにみんなの議会がすごかったんで、うん、途中からブラインドにして、あの、隠してやりました。どうしてもあの多いところとか少ないところとかその目で影響を心理的に受けちゃうんで、隠して、うん、あの白い紙貼ってどれにしますって選んでもらってやったり工夫をしました。やっていくうちにアンケートっていろいろ奥が深いなと思いました。あ、そうですね、アンケートは
SNS とか、あ、グランタルズになんか置いてもらう、置いてね、あ、この3つは11月にマルシェを企画してますっていう感じで、それでつい、それいいかな、それってさ、事前の告知にもなるしさ、うんうん、それで投票してもらう、あの、ね、あの、どこ見えちゃうから、いついつまでにアンケート用紙を用意して、丸つけて、まあ、丸つけてもらって入れてもらう。それはほら情報なんとかってあるじゃん、あのトイレ等のところに、うん、あそこに置かせてもらう、うん、そうだね、そうね、あるね、あ、そういうところ、うん、ね、いいです ね、 あ、やろうか、いいね、楽しそうあ、じゃあそれの広報をどうするかだよね、そうそう何がまるしやおいちいっぱい出てるちょっと、まあ、でもさ、丸だったらさ5個ぐらいあってもいいかもね、あ、そっか、うん、あの確かに3つの中から選ぶじゃなくてもいいかもしれないけど、うん、もしくは新しい名前を書いて、あ、上記にないって言ったら、なんかあなたの考えるオーガニックマルシェのを書いてくださいで、うんうんうん、5個ぐらいは出しておいて、6個その他括弧で自分が好きな名前を つけてください、うん、あ、いいね、楽しそう、やろうかそれ、うん、やってみようか、できるよね、11月で、だから締め切りを9月中ぐらいにしたら、もうちょっと早いだろうな。夏くらいには、だってロゴとかも考えてと思うと、7月ぐらいから、1ヶ月ぐらいでいい。6月とかにしようよ。早めにしてください。ね、そうそう、いろいろ考えることはあります。ゴールデンウィークに出そう。あ、そうしましょう。そうしましょう。ゴールデンウィーク中に。出そう。はい。お願いしてみましょう。カラーとか言って、藍色とか言っちゃって。虹色になるのは大丈夫かな、うん、いいよ、ここはじゃあやっぱりこっちをテーマカラーはこっちを優先して決めていくっていう、プロジェクトのテーマカラーじゃん、あれは一応、だからまあそれで参考になるかなと思って一応出しただけで、別にマルシェのテーマカラーを藍色にする必要性はおそらくなくて、ここはいいんじゃない、じゃあ虹のマルシェもその候補にして、うん、それで、うん、まあ他にあとマルシェいい、かわいい、じゃああと2個ぐらい、はい、では、あ、みんな今出たやつはじゃあみんなどういうのマルシェ、風のマルシェにしてもいいんですか、風のマルシェ、風のマルシェいいんですか、風のマルシェ&虹のマルシェ、すごいよくない、ここでやるか、じゃあ風のマルシェとして、ね、風のマルシェ虹のマルシェって、風のマルシェでいいですね、いいですね、虹のマルシェよくない、風と虹素敵です、ね、素敵、あ、いいですね、よくない、風と虹のマルシェ、いいですね、どんどん行ってもらって、つながりもあるから、すごい、姉妹マルシェ、え、姉妹関係みたいな感じで、あ、そうですか、風のマルシェ、風のマルシェ、海の方でやったら海のマルシェとか、どっかとどんどん繋がって、そうやって山のマルシェとか、ね、あちこち繋がって、繋がって、架け橋になって、素敵です、ね、山のマルシェとか風のマルシェ、ね、すごいね、どんどん広げてもらって、すなんかイメージに広がって、ね、ね、広がっていくから、なんかアニメのタイトルみたいだね、いいんじゃない、もう一個一丁、七色にしなきゃいけないですよね、風の谷のナウシカみたいなナウシカみたいなキャラが出てきそうなあ、でもいいかもしれない、 いいよ、もうヒットするのって何か入ってる、ね、なんか今日決めるって決めてたしいいかも、かわいいね、みんなで決めた方がいいのかな、すごいしっくりきてるいていいんですけど、うん、皆さんどうですか、どうですか、ここで皆さんどうですかね、虹のマルシェ、風のマルシェ、それでいいんじゃないって思っていただけるのかとか、うん、それともやっぱりみんななんだっけ、アンケート取った方がいいよって思うのか、あれ、アンケート取っちゃって虹のマルシェがトップじゃなかったらそうじゃないやつにしないとならなくなっちゃうからねみんな見てるからね、どうします、みんなの気持ちがまとまったなら決めちゃってもいいのかもね、じゃあ虹と風の話にする、今皆さん、他の皆さんはどう、どうですか、虹と風のマルシェ、皆さんいかがでしょうか、あ、
一塚さんは丸だ。丸。あ、高代ちゃんも丸。丸。あ、みんな丸してくれてる。OK、ありがとう。じゃあ、うん、これ決めようか。決めますか？ね、そんな感じで決めちゃって。公開しないでください。責任取らないでください。そんな、そんな、そんな。責任取ってと。責任取ってなんて言いますよ。大丈夫です。全然。こんな素敵な、あ、ありがとうございます。ね、本当、地のマルシェ、風のマルシェって。いいよね。じゃあイベント的な時は虹のマルシェだ、うん、で日常的なのは風のマルシェって思ったけど、どう？虹と風のマルシェっていうのはどこで使う？あ、それは使わない。あ、じゃあこれ別ね。うん、と思ってた。虹のマルシェと風のマルシェが2つあって、虹のマルシェはイベントの時で、風のマルシェが、まあ、風の家でやるからっていうことね。どう？どうでしょうか？姉妹みたいな姉妹もあるし、ね、それと風のマルシェ、あ、虹のマルシェと風のマルシェでどうでしょう、うん、それが日常生活で風のマルシェの、まあ2つ合わさってもいいかもしれないけどね。虹と風の話。ちょっとレインボー。まあうちここでやるのは風のマルシェだけどね。うん、そうだよね。そうそうそう。レインボーフューチャーさんと風の家が合体してますね。いいですよね。すごいじゃないですか。もう今は風の時代に入りましたし、うん、もう普通に。あ、なんか可愛い子が来たぞ。え、何？一塚さんちの。なんかこう、聞いて何のマルシェだろうっていうイメージが湧くかどうかっていうの。確かに。ハーマーズマルシェと風のマルシェとかあるんですよ。ああね。なんかこう、つける？オーガニック。作って言っちゃうとまたあれだけど、なんかこう野菜がオーガニックなイメージみたいなのはふんわり、まあ、伝わっちゃった。なんかそういう何のマルシェなのかって、例えばハンドメイドだと思う人もいるよね。いるよね。これだとね、わかんないよね。確かにわかんないね。今だいたい道の駅でやってるマルシェってハンドメイド系が多いですね。今日も野菜はやっぱりまだ出てないかな、うん、勘違いして来てくれる人を狙う、うん、あ、でもチラシにはさ、あのその、うん、マルシェの名前はそうだけど、いろいろなんか説明がついて、うん、まあ、こういう出店者さんはこういう農家さんでみたいのは必ずつくじゃない、うん、オーガニックマーケットとわかりますよね、うん、チラシ見ればね、見ればね、うん、だからまあそのあえてそこにオーガニックマーケット虹のマルシェっていうとなんかちょっとギョギョしいっていうか、うん、なんか、ね、可愛らしくて、うん、なんかみんなに愛される名前なイメージがあるもんね、うんうん、そうそうそう、で確かに最初にやっちゃえばもう一旦それで、うん、あ、こういうマルシェなんだって分かれば、うん、もう虹のマルシェついただけで逆に今度オーガニックのイメージが膨らましてもらえるようになればいいかなっていう、うん、確かに男性的にどうですか、ね、軽すぎるのかどうか名前が、まあ、そうですね、うん、大きいイベントを虹と風のマルシェにしちゃって、うん、こうで日常的にやるんだったら、うん、まあ、虹と風のマルシェ、まあ、デイリーとかなんかいろんななんか簡単な言葉つなげてやってもいいかもしれないし、うん、まあ、風のマルシェだけでもいいですし、うんうん、なんか一緒になってもいいような感じは、うん、なんか、うん、なんとなくね、うん、イベント、そうですね、大きなイベントは虹と風のマルシェでいい、うん、いいんじゃないかなっていう気もする、うん、本当に、うん、虹と風、うん、やっぱりレインボーフューチャーと風の家が合体したっていうそこがやっぱり強いじゃないですか。説明もできる。そうですね、うん、立ち上げがねっていう、まあ、いいかしかも自然に関することだし、うん、そうですね、うん、そう、じゃあまあ一つなんか皆さんの OK の丸も出たので
まあ、じゃあ、この中、虹と風のマルシェグランテラス。虹と風、はい、あ、グー、グー、グーですか？あ、みんなグー、グーですか？ありがとう。じゃあ、虹と風のマルシェでグランテラスのやつは。あ、じゃあ、みんな拍手してくれてるから良さそうです。ありがとうございます。なんか面白い展開になった。なったね。なんか思っても見なかった。素晴らしい。面白いね。虹と風のマルシェ。道の駅の。うん。じゃあその写真撮っといて。うん。決まった、決まらないかなと思ったんですよ、ね、実は。すごい。なんかみんなでやっぱりこう集まるといろんな発想がこう広がるから。でもそうだよ、ハワイのそのマルシェを思い出して、そっからの虹だから、そうそうそう、そうでもなかったらなんかもう、どうしようみたいな。レインボーフューチャーさんだしね。そうそう、レインボーフューチャーさんだし、まさに。大和田さんの七色から楽しみです。わあ、すごい。まあ、いろいろ持ってきると思いますよ。楽しみです。はい、楽しみに。じゃあ皆さんありがとうございます。じゃあとりあえず今日のゴールの、ね、ちょうどちょうどだね。いろいろあちこちに行ったけど、虹と風のマルシェってなんかすごくこう夢が膨らむナウシカが出てきた。なんかそれ結構ヒットする、ね、あれなんだよね。そうだよね。だからなんか確かにね。何と何すごいちょっと子供とかいろんな人に受けそうな名前になって落ち着けてよかったです。ありがとうございます。はい。それでね、次回のご案内というか、また4月の最終土曜日にやるんですけれども、早速なんですが、実はその風のマルシェというか、風の家でその日、まあ、ちょっと規模は本当にミニミニでちっちゃいかもしれないんですが、そのオーガニックマルシェのテスト版、テストマーケティングじゃないけど、テスト版みたいのをちょっとやりたいなと思っていて、で会議自体はもちろんこの3時からなんですが、まあ、10時ぐらいから、うん、10時ぐらいからは午前中およそ4キロ先右方向です。あ、またナビがぐらいまで、まあ、ちょっと、こうぜひ風の家に来たことがない方もその当日、見に来てくださいくらいのつもりで、まあ、ちょっと立ち寄っていただけたらありがたいなっていうふうに考えてるので会議自体は24日の15時からやりますけれども、通常通りですが、その日の当日午前中、まあ、10時から、まあ、交流会みたいな感じで、ね、赤羽交流会みたいな感じで、私たちと、まあ、大和田さんとかにも野菜を提供して、いただくので、まあ、ちょっとちっちゃい、数は少ないかもしれないですけど、とりあえずそんな感じで、まずお試しをやってみたいと思いますので10時からでいいんですかって思わなさに全然取りに行かず取りに行ってかなって、おそらくね時は持ってきますよとりあえずどういうふうにやるかっていうのは事前に話して、お話で倉庫にある確認してなかった、いや日にちだけ言ったんだけど時間はまでは確かに今思いつきで言っちゃいました、すいません、ご相談させてください。はかり売りするのか、そうですね、そのやり方とかいろいろ、はい、すいません、とにかく方法はこれからちょっと考えますが、テストマーケティングは24日にやりますので詳細決まり次第皆さんには改めてお知らせしますけど、LINE の登録をお願いします。あと、はい、皆さんにお願いします。LINE の公式 LINE の畜生オーガニックプロジェクトの。こっちで話してもらってください。それで、これを画面共有すれば。それだ。それで話してもらって。はい。はい、はい、あれ出てる画面共有、はい、畜生オーガニックプロジェクト公式 LINE に皆さんご登録をお願いいたします。それで細かい今言った、マルシェの詳細とかはこちらの LINE からお送りしたいと思いますので、お願いいたします。もう登録してある方もなんですけど、これから登録してくれる方も最初に 何でもいいのでスタンプを入れてくれるとありがたいです。こちらからの入ってランプ
誰が登録してるのかちょっと分からなくなっちゃって申し訳ないんですが、あの今すでにもあの登録してる人もあのスタンプ1個だけとりあえず何でもいい、ね、グーとか、はい、オッケーいいねとかなんかあとかでもいい、ね、登録あスタンプを1つ送ってくださいっていうのと、登録してない方は今こちら画面からあのこれをから QR コードで読み取っていただいて登録をお願いいたします。はい、一応 Facebook とかの方でも告知したりとかすると思うんですけど、やっぱうちうちのね、クレなんだマルシェみたいなのはこっちからしか行かない場合もあるかな、うんね、なんかそういうものもあると思うので、うんうん、できればこちらを登録していただけると、ね、細かい情報はおそらく LINE からで、うん、Facebook ページも筑西オーガニックプロジェクトっていう Facebook ページも作りましたので、そちらの方もぜひあのフォローしていただきたいんですけど、まずはあの個別に皆さんこの LINE を登録をお願いしたいと思います。はい、ではなんとか今日のゴールは、つけたので、本日はこれぐらいで終わりにしたいと思いますが、皆さん一言ずつなんか今日の感想とか何でも結構ですので、一言ずつお願いしたいなと思いますので、共有終わりにして大丈夫ですか、ね、共有は終わりますね。はい、もしあのなんかリンク欲しいっていう人がいたら連絡ください。共有止めます。はい、じゃあ皆様最後に今日の感想とかもう何でも結構です、あのちょっとずつお願いいたします。そしたら誰から、あじゃああのしだらさんお願いできますか。こんにちは。今日すごく楽しい時間を過ごさせていただきました。虹と風のマルシェ、お名前も決まってワクワクしています。引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。農協さんと四つ葉生協さんは、お願いします。はい。大倉ひとみさん、今日の感想とか、あの何でも結構です。はい、今日は具体的なマルシェの手法とかをお聞きできたので、すごく今回の虹のマルシェ具体化されてきたのかなっていう感じがしました。本当に今日は有意義な時間を過ごせました。ありがとうございます。次回もまた楽しみにしていますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。そうしましたら、いろいろ意見をたくさんいただいてありがとうございます。七海さん、お願いいたします。七海です。はい。私がここに参加させていただいたのは鈴木さんの紹介だったんですけど、真岡市の学校給食のオーガニック化を今なんとかしたいと思っていろんな勉強させていただいている一つでございます。これからもいろんな勉強させていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、そしたら、もうじゃあ端から刺していきます。栗原さんお願いします。こんにちは、はじめまして、ちょっと今日遅れてしまってすいませんでした。まあ、私はちょっとまた何だろうな、お野菜とかそういうお仕事ではないんですけども、今回の、オーガニックマルシェの何だろうな、お客様を集客できる材料にさせてしていただけたらなと思って、ちょっと健康をマッサージとかそういう、生態のお仕事なので、それで皆さんも子どもとかそういうのを引き込めるような口実に利用していただけたらなって思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあいろいろ今後ご相談させてください。ありがとうございます。ありがとうございました。そしたら、坂本さんお願いします。はい、ですね、やっぱりオーガニックを広めるためには農協をいかに垂らし込むかっていうのがやっぱ戦略的だと思いますので、ここに集っている、皆様の色気で頑張っていきます。ダメですね、色気ないけど、みんな色気ない危ない。
本当に貴重なご意見ありがとうございました。それは確かに正しい、そうですね、あの戦略的には重要だと思うので、あの色気が色気なんとかちょっと無理なんですけど、まあとりあえずその方向性は探っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、そしたら吉原さんお願いします。あ、もうなんか今外大丈夫かしら、大丈夫ですか、もう外出ですか、お話できますか、大丈夫、ね、後のがいい、あ、じゃあまた後にしますね。ごめんなさい、ちょっと移動しちゃってね、今最後の頃ちょっとゆっくり聞けなかったんですけど、はい、オーガニック茨城も結構あるんだっていうことをさっき伺いましたけど、実は昨日もつくばで紫の菊芋ってなかなかないそうなんですけど、それとってもこだわって作ってる農家さんの市長さんに出会ったんですね。なんか、笠間でもそういうなんかやってる方がいらっしゃるっていうようなことで、まあ、茨城もねまんざら捨てたもんじゃないなっていうのと、まあ、マルシェのいろんなお話を伺って、まあ、私もストレスケアカウンセラーで職からいろいろ勉強させていただいているので、何かの形でまたこうお手伝いできたらいいなと思ってます。すいません、なんかちょっと落ち着けない、落ち着いてきてなくて、またよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、それでは井上玲子さんお願いします。はい、今日もありがとうございました。無事名前決まってよかったと思います。次回の時間にちょっと私他で出展が入ってるので、あ、そうですか、ちょっと途中抜けるかもしれないですけど、出展しながら出させていただきます。ありがとうございます。その出展してるマルシェの様子も実況中継していただきながら、ね、はい、ぜひお願いいたします。ありがとうございます。はい、ハンドメイドのマルシェなので野菜持ってきてる人はいないんですけど、あ、はい、わかりました、はい。はい。ありがとうございます。はい、じゃあまた時間を、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。じゃあ、はい、ひかるちゃんお願いします。ありがとうございます。直井さん。はい。はい。初めて参加させていただいて、本当に虹と風のマルシェって素敵な名前だなって。ありがとう。うん、いろんな意味で、いろんなことがこう、うん、重なっていって、素敵なものができてよかったなと思います。少しでも何かお手伝いできることがあればって思って声かけさせてもらったので、雑用でも何でもやらせてもらえればと思いますのでよろしくお願いします。心強いです、ありがとうございます。そしたら一塚さんお願いします。一塚、はい、はい、今日もありがとうございました。参加するためにいろんな学びが深くてですね、本当勉強になります毎回。あと森の扉さん の, マルシェ行ってみ、なんか友達がよく SNS でなんか上げてるんで今度行ってみたい。そうですね、ね、ちっちゃなマルシェですけど、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあみんなで、じゃあ最後に野原さんと大和田さんからよろしくお願いします。じゃあやっぱりマルシェっていうのは私も初めて、まあ、出るんですけども、やっぱり行って楽しくて美味しくてみんなが喜ぶようなマルシェに、協力させていただきたいなと思います。お願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日もありがとうございました。じゃあ皆さん今日はありがとうございました。この筑西市のオーガニックマーケットがですね、オーガニックマルシェが、まあ、今後、まあ目先に 2,3 回とかですね終わるんではなくて、もう10年20年例えばもう次の世代までずっとつながるマーケットになるよっていうような、なんかそういうのを目指して皆さんで一丸となって頑張っていただきたいと思います。自分も微力ながら応援させていただきますので今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん本当に今日も長い時間本当にご参加いただきありがとうございました。それでは次回4月24日第4土曜日の15時
午後3時からまたこちらオンラインでお届けしますので、その時にお会いしましょう。で、詳しいあの風のマルシェ、ここでやる風のマルシェの詳細は追って LINE からご連絡いたしたあのさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さんごきげんよう、さようなら、また来週、あ、来週じゃない、また来月来月です、よろしくお願いします。はい、はい、それではね、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。